Within the city, 絶え間なく息づく街の中でニュースが生まれる。ニュースティミュレーション、あなたを刺激する土曜の午後。 Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎 Zoom そこまで言うか。12月20日土曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まりましたが、辛坊さん、そうなんです。なんかずいぶん、遠く離れてるような気がするんですけど。遠いですね。かれこれ500キロぐらい離れてますよね。ラジオを聞きの皆さんには何の関係もないんですが、実は私、今日大阪におりまして、増山さんが東京のスタジオということ で東京大阪2限中継でお伝えしてまいりますということで、はい、お金かかってますね。はい、お金かけてますよ。東京の、いや大阪の茶屋町っていうところにこのスタジオがあるんですけどね、はい、NBS 毎日放送っていうのがありましてね、そこの道挟んで反対側なんですけども、ここなかなか素敵なスタジオでね、これ私も老後は一つこういうスタジオ経営をやりたいなみたいな、貸しスタジオかなんかやって、よろしいんじゃないかと思いますが、それにしても飯田君ですよ。飯田君昨日の夜の7時半ぐらいに現れて、ね、そうですよ、前乗りして、さっかり飯をたかって帰っていったというですね。昨日森牧ちゃんっていう今朝ウェイクアッププラスという番組一緒にやってる女の子と彼女と一緒に3人でご飯を食べてですね、飯田君が変な話題振ってきてですね、どうですか辛坊さんみたいな、もし飯田君と森牧ちゃんと脳が入れ替わった場合に、ね、飯田君、森牧ちゃんの容姿の飯田君と付き合うか、飯田君の容姿の森牧ちゃんと付き合うか、さあどっちみたいな、そんな話になってですね、くだらないことしてますね、相変わらずね。そうなんです、本当に。どっちだったんですか。いや、結論はどっちもダメという、はい、そういう結論に落ち着いたわけでございますが、はい、大阪のお天気どうですか。そっち大阪ね、はい、今日お昼前ぐらいから結構激しく雨が降り出して、今かなり降ってますよ。今降ってるところですか。ドタドタに降ってますね。あらららら、ドタドタに降ってるはいいんですけどね、まあさっきこの前の番組で和田彦さんの番組聞いたら、はいはい、和田彦さん今ちょっと風ですか。鼻声でしたね、今日ね。 ですよね、私も昨日の午前中からですね、おかんがするわ、頭は痛いわ、あちこち節々が痛いわですね。で、実は今も相当頭が痛いんですよ。大丈夫ですか。ダメかもしれませんね。なんかおでこ触ってあげたいぐらいに心配してますけど。いや、そうなんですこの間もほら3週間ぐらい前にほれ、ジビエの資格って食中毒になったことあったじゃないですか。ジビエの資格って食中毒になって高熱発して、はい、スタジオで這うようにして喋った時に、熱がかなりあると思うんですって言って、増山さんにおでこを突き出したら増山さんがプイッと横を向いたというですね。そんなに覚えてないですけど、そんな冷たい態度取りました。女ならこいつと思って、まあ、確かにおっさん触るのは嫌でもですね、これ、まあ、これ今だけど下手にやるとセクハラだよね。まあそうですね、だけどね、多分ね、読売テレビの女子アナだったら、そうなんですかっておでこの一つも、触ったりするんですけど、全然気づかなかったです。増山さんはひどいなそんなこと、今ここにいたら本当もうギュッと抱きしめてあげたいぐらい。 あなたね500キロ離れてるから言ってるでしょ。残念ですわ、はい、まあそんなことで、はい、なんか噂によると来週お休みなんですって。そうなんですよ、来週1月じゃないや、12月27日がお休みなので、実は年内のこのズームの放送、今日が最後ってことに。残念だな、残念、お顔見られないまんまです。そうなんだ、年内最後ですか。そうなんですよ、ですから渾身の力を込めて今日はよろしくお願いします、ね、わかりました。今もう、ね、ギリギリなんですね。じゃあなんでだけど大阪にいるかという話をしなくてもいいんですか。そうですね、なぜ大阪にいるかというとですね、都合でです。言わないじゃないですか。いやいや、ちょっとした都合で。ちょっとしたってどんな。ちょっとした都合で、今今週ほら飛行機乱気流で大変らしいじゃないですか。あ、ね、そうですね、うん、今もう今週私ね、水曜日と木曜日と2日連続で東京日帰りしたんですよ、大阪から。はい、2日連続で日帰りするなら泊まれって話ですけど、まあ、そういうわけにもいかないんで、2日連続で日帰りしたらまた木曜日例の雪にもうドンピシャぶち当たって、新幹線は遅れるわ、行くのも1時間ぐらい遅れて、帰りも遅れて、夜寝らんないみたいなことになってですね、大変なことになりましたけど、明日ぐらいからまた雪降るそうですよ。そうですね、東京とか大阪は、ね、お天気回復するんですけれどもね、日曜日は、ね、東京どうなんですか今日の天気は。今日はね、だんだん多分今大阪雨降ってるでしょ、その雨雲が西にずれ、東にずれてきまして、午後から雨が降りだ、今もねちょっとパラついているんですが、あ、
東京といえば、夕方から激しくなる。東京といえば、私今朝ウェイクアッププラスという番組で、うん、東京駅から生中継してたんですよ、はい、東京駅から生中継してて、なんか9000人の人が、IC カードを買うんで並んだっていう話になったら、ね、はい、なんかえらいことになって暴動が起きかけて発売中止になったらしいじゃないですか。そのようですね、集まりすぎちゃったみたいですよ、人が。それって事前に分かんなかったか ね, ねえ、そこまでの人気だと思わなかったのかしらね。だってあれってあの IC カードで後でいくらでもお金チャージできるやつだから、はいはい、カード自体はただで実質くれるんだよね。あ、だからそれだったら確かに行っちゃうよなっていう感じはしますけど、まあ、そんなこんなでございまして、この後そのあたりは飯田君が喋ってくれることになってますから、なんつったって彼はてっちゃんですからね。そうですね、大好きですからね。どこ行ったんだろう飯田君。あれ飯田君姿消してますか。すぐサボるんだよ本当にしょうがないね。さあ、さあじゃあ進めますよ、はいはい、この番組今週1週間のニュースの中から辛坊さんが気になった話題にズームしていきます。辛坊さん独自の視点でニュースの見方や本質解説してもらいます。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。今週気になったニュースや辛坊さんへの質問などどんなことでも結構です。メールは zoom@1242.com ホームページからも、ね、送れますのでお願いします。ツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスは 0570-02-1242 0570-02-1242 番までお願いします。ラジオそしてインターネットラジコ .jp で同時生放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。ではこの時期聴きたくなる曲、マライアキャリーで恋人たちのクリスマス。マライアキャリー恋人たちのクリスマスでスタートしました辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さん、奥様にクリスマスプレゼントをちゃんと用意しました。今日この後ですね、うん、私ちょっと大阪で番組の収録があるんですけどね、はい、その前にちょっと2時間ぐらい時間が空くんで、これから阪急百貨店と阪神百貨店を巡っていってですね、何か見つくろうかなと。素敵な旦那さん。いやー、何にもなしっちゃうわけにもいかないですからね、だけど最近の傾向としてはですね、クリスマスのプレゼントとか誕生日のプレゼントとかっていうのが必ずねだられるので何か出すわけですよ、うん、ところがだけど思えばですね、うん、私全くもらってないんですよね。そうなんですか。これどういうことなんだろうな。普通こういうものって相互にやり取りするもので、クリスマスのプレゼントっていうのはなんか私が神さんにやるっていうものみたいなことになってるのがどうも釈然としないんだな、これは。もいいことですよね、奥様方針、ね、よかないってさあ、この後のズームオンでは自民公明が圧勝した総選挙について辛坊さん独自の視点で解説してもらいます。そして1時台の週刊ズームワードはヤフー検索の急上昇ワード100位の中から番組が注目したニュースな言葉にズームします。そしてラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズームは2時10分頃から誰かに話したくなるとっておきの情報をゲストに伺いますが、2014年も残すところ2週間切りましたので、2015年は一体どんな年になるのか、芸能界最強の占い師ゲッターズ飯田さんに占っていただきますよ。すごいですね。聞いてます。聞いてる。あの離れてるんですから、なんかハーとかフーとかホーとか言ってもらわないと。今ハーとかフーとか言う要因がですね、このスタジオに入ってきましたから、今のところのゲッターズさんのところもう一遍ちょっとお試しにやってみて。もう一回いきますよ、はいはいはい、2015年は一体どんな年になるのか、芸能界最強の占い師ゲッターズ飯田さんに占っていただきます。さよっか。バカにしてますよね。それ絶対どうも飯田です。じゃあ行きますよ。2時台の後半ですけれども、懐かしいニュースの秘蔵音源とともに当時の出来事を振り返るニュースタイムマシーン、今週は1996年にズームします。1996年、今どっちですか。これ一郎さんですか、二郎さんですか。いや、これ二郎さんです。本物、はい、これ本物。すごい分かりづらいです。リスナーの気持ちになっちゃう。偽物とか失礼だな。失礼だな。失礼だな。どっちがどっちか分かんない。
それ俺の方セリフだから、ね、あの頼みを抱く今日は飯田ですとか辛坊ですって言って喋ってくれそうそうそう、ね、アイデンティティはっきりして喋らないですね。そうですね、分かるんだ。そうだった、はい、っていう感じにお送りします。私あのトーン落とし目に喋りますから。どっちが辛坊さん、私これはあの二郎の方です。二郎の分かりました。二郎は高めで、ねじゃあそんなことで、はい、今日も最後までどうぞお楽しみに。日本放送、日本放送1242日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。時刻は1時16分あと15秒ほどで1時17分になります。辛坊治郎と松山さやかがお送りしています。ここからは今週の注目ニュースを辛坊さんに解説してもらうズームオン、大阪の飯田アナウンサーとお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。今週最初にズームしていくニュースはこちらです。衆議院選挙で連立与党が圧勝。ズーマー。いやーこれもうなんかずいぶん前の出来事のようにも感じるんですけれども、だいたい盛り上がらないことこの上ないですね。今面白かったのはあれだね、はい、面白かったのはあ、面白かったって言うなよ。どういうまだまだどういうことですか。いやいや面白かったって言うなよ。すいません、ね、民主党のあの演壇のファンの皆さんは怒ってるよ。 そこですか。楓田万里さんがさ、いや現職の党首が落選ってどうよ。しかも比例復活もならずと。あのだけどね、もともとの楓田さんって前回も比例復活だよね。そうでした。前回も比例復活の人を代表にするっちゅうのは、はい、あの逆に今のタイミングで絶対総理になる目はないわけだから家中の栗を拾わすっちゅうか、楓田にしとけみたいなことだったんじゃないか。そんな説がね、いわゆる有力な民主党の、はい、親分衆はみんな代表選に立候補せずっていうか、あの時立候補したっけ、誰か出たな。だけどあんまりそんなに有力候補って出なかったか。最後誰と争ったんだっけ。意外と覚えてないもんですね。これね、あの時は真淵さん出ましたっけ、どうでしたっけね。タルトコさんとかその前に出たりなんかしたでしょ。タルトコさんって覚えてますか。タルトコさん今回落っこっちゃいましてね、また落っこっちゃったんです。前回も落っこっちゃったんで、これなかなか厳しいよな。まあ楓田さん党首が怒ったらシャレになんないよね、ええ、別にあのよく考えてみたらさ、民主党負けた負けたって言われてんだけど、はい、結局前回公示前が62で73取ってるわけだから、うん、はい、負けたのか。まあ微増というかね、増えてはいるんですよね。微増じゃないだろ、11議席も増えてたら微増とは言えない、言わないと思うよ。今回あの明らかなのは、はい、次世代と生活が壊滅した。まあ、まあそうですね、生活はもともと大してなかったんだ。もともとが公示前5しかないんだな、これ。うん、まあ、次世代は壊滅しちゃったよね。公示前19ですね。公示前19だったのが2だもんね。うん、で維新だけが踏みとどまったっていう感じで、今まで第3局で維新以外がなくなったって、なんつったって、はい、みんなの党なんて党自体がなくなったもんね。党自体なくなっちゃいましたからね。党自体がなくなったから、ほら渡辺芳美さん、はい、事情聴取だよ。これはやっぱりこれは大きな声で言わないよ。大きな声で言わないけれど、あれ絶対当選してらないよ当選してたら、とりあえず国会の会期中は逮捕は国会の許可が必要だし、いや、まあ、お金の流れは明快だから。でもやっぱり政治資金の収支報告書にちゃんと書いてなかったっていう罪には問えるはずだよな。よくわかんないけど、そうすると、あの誰とは言わないけれどさ、今度ゲストに来るらしいから、はい、今この段階で言いたくないんで名前は出さないけど、うん、前東京都知事っていう人がいるじゃないね、その前東京都知事の人しかいない、あ、愛の瀬さんっていう人がほぼ言ったなこれ愛の瀬さん、ほら5000万円、はい、特集会から受け取って、まあ、あれは借りたと本人は言ってるわけ でその後返したんだよ ね、で返したんで、あれはそれを書いてなかったってんで、政治資金収支報告書の記載漏れで、はい、結局どうなったかっていうと50万円の略式起訴罰金刑なんだわ、はい、でそのくらいの罪には普通なるかな。だけどあれは知事を辞めたから多分、あれ知事現職続けてりゃ多分、だからね、政治家が現職にこだわるのは、はい、検察警察も現職の政治家っていうのはある程度でっかいあのネタでないと捕まえないんだよ。
だから小沢一郎さんのケースがそういうことで、あれも明らかに、まあ、秘書はもう起訴されてるんだけど、政治資金収支報告書の記載漏れという単独で、それは今までだったら大体修正申告みたいなことをすれば、はい、刑事事件に現職だとならないんだけど、落っこっちゃってただの人になった瞬間に警察検察は、じゃあとりあえず捕まえとこうかって話になるわけで、今回も小渕優子さん当選してなきゃ、あれなんかかなり危ういよ。あれ当選してても危ういくらいだけどね。あでまたほらドリルであのハードディスクに穴開けてたっていう、パソコンを物理的にぶっ壊してたって言うんですから ね、これのネタがリークされてくるということは、はい、警察検察は相当怒ってて、あやっちゃうよと、そこまでするあんたたちっていう、これはないんじゃないのっていう、そら普通パソコン、いやうちの事務所は昔からパソコン捨てるときにはあのハードディスクにはドリルで穴開けてました。嘘つくんじゃないどこ誰がそんなことする、そんなに隠したいネタがあんのかお前のところの事務所は井田君しないよねそんなことね。いやしたことないですね。ドリルで穴開く、ドリルで穴開くもんなんですかね。ドリルだったら穴開くでしょう。穴開くか、でもハードディスクの場所を特定してそこに的確に穴開けるってそんなに簡単にできないよ。そうですよね、うん、俺なんか分かんないもん。いや、わかんない。俺なんか自慢じゃないけど自分の車のボンネットでさえ開けたことないんだそういえば最近始業点検聞かなくなったよねやってる？車乗るときにボンネット開けてオイルのオイルゲージ見てさ、オイルレベルゲージで、上のラインと下のラインと真ん中のところにありますっつって、それをこうあの雑巾でググッと拭ってもう一遍入れてあやっぱり大丈夫ですみたいな、ファンベルトが、はい、ファンベルトがちゃんとあのね、遊びがどのくらいとか、ハンドルの遊びは何センチみたいなこと、車乗る前にはやらなきゃダメなんだよやらなきゃダメですよ。そうだろ、俺車買って一回もボンネット開けたことないどころか、ボンネットの開け方がわからないその上今の車ってあれなんだよね、パンクしたってね、スペアタイヤ乗ってないんだよ。え、そうなんですか。あ、そうだ、あとはね、もう最近の車でスペアタイヤ乗っけてる車なんかないよ。マジっすか、俺全然。パンク修理キットっていうのがあって、はい、なんかパンク修理キットっていうのはなんかスプレーみたいなやつを、あのタイヤの空気のところになんかジボーってやると、はい、とりあえず膨らむみたい。へえ。だからタイヤがないんだよ。時代は変わりましたな。時代は変わってますね。で、何の話でしたっけ？政治資金収支報告書からここまで来ましたけど。政治資金収支報告書。なんだっけ？あ、渡辺芳美さん。渡辺芳美さんは落選したからね。渡辺芳美さんは落選したから、はい、多分あのまあ熊手か。熊手でしたね。そういえばね。あれはまあ略式起訴ぐらい行くんじゃないか。ああ。小渕優子さんの方が立ち悪いもんね。これ本来ならば、私はちゃんと刑事事件にすべき案件だと思うけど、何つたって選挙強いから、どのくらい強いかっちゅうと、あた、はい、2位の5倍ぐらいの得票数っていうさ、すごいよね。すごかったですね。ぶっちぎりもぶっちぎり。ぶっちぎり8時の時点でゼロ当確ってやつですよ。これだから有権者の皆さんって、地元の人たちはそのぐらい支持してるってことなんだろうけどな。熱烈にね。だからそういう人をさ、本来は公平に扱わなきゃいけないんだけど、決して公平でないからね。決して公平でない。だから権力を持ってれば持ってるほど、よほどの罪やらない限りは、あるいはよほど何かの理由で警察検察に嫌われない限りは、塀の中には落ちないと。はい、小沢一郎さんのケースでも、あれね、あの検察審議会、検察審査会の強制起訴だからね。そうですね。いや、検察としては、いや、これ、検察としてはもうあの裁判にしませんよって話だったわけだから。ってなことでございまして、実はこの後ですね、今回やっぱりね、あの次世代の人たちってなんで次世代行っちゃったかなっていう維新が2つに割れた時に、これだから今回は次世代は、次世代にとって深刻だったのは、比例で一人も復活できなかったわけですよ、はい、でこれ2議席取れてますね、小選挙区で。だけどこの2議席取れてるのは平沼さんと園田さんっていう、はい、もうそれぞれの地元では盤石の、それこそ小渕優子さんじゃないけれども、天地ひっくり返っても落ちないっていう選挙区で立ってる人が、これ別に次世代関係なしで取ってるわけだから、実質次世代ってゼロに近いわけで、だけどそれって読めなかったかなと。あのネットの支持は非常にあって、ネットでこうね、人気投票やると2位になるみたいな、ね、勘違いしちゃうんだよ。だからタモちゃんとかさ、タモガミさん、あ、そう、タモちゃんって言うなよサングラスかけてるわけじゃないですからね。そうそう、タモちゃん、タモちゃんはね面白かったよ。タモちゃんね、タモちゃんあの空爆庁だった時にね、はい、空爆庁だった時にまだ無名人、例のあの作文問題があったじゃない、作文問題が表に出る前なんですよ。私ちょいとあの陸上
当時航空自衛隊縁があってですね、うん、航空自衛隊の、まあ、隊友会っていうか、まあ、そういうところの雑誌にエッセイ書いたりなんかして、それであの幹部が集まるパーティーかなんかに呼んでもらったことがあって、そこに来て、はい、ダーッと居並ぶ人たちがこう挨拶するわけですよ、うん、でその中でタモちゃんも挨拶に立ったわけね、当時航空幕僚長だから、はい、航空自衛隊の一番トップトップですもんね。で挨拶立ったらですね、これがまたうまいなよ喋りが。その頃は、まあ、例 の, あの作文問題があのアッパホテルの、ね、作文コンクールの検証コンクールが出る前だから、はい、もう全く普通の人は誰も知らないっていうぐらいに言ってたけど、面白い人がいるなと思ってたんだわ。そしたらそこにあの並んでる自衛隊でもうちょっと下のランクの人たちが私のところへこそこそっと来て、立ち話したら、辛坊さんこの人ね話面白いけどもうすぐなんかやらかしますあのお話中のところ恐れ入りますが、そろそろ、はいはいはい、そろそろ一旦お時間でございます。お時間です。この後ね、次世代の方に出ていただくらしいよ。そうなんですよ。すごいね、どうも今日は。すごいですね。ご期待ください。1242日本放送 Zoom Listen and Rediscover 辛坊治郎 Zoom そこまで言うか。今週の注目ニュースを辛坊さんに解説してもらうズームオン。続いてズームするニュースはこちら。衆議院選挙で大物議員の落選が相次ぐ。ズームオン。今回の衆議院選挙、大物と呼ばれる国会議員の方々の落選が目立ちました。ざっとご紹介しておきますと、次世代の党の石原慎太郎さん、石原さんは花から通るつもりないからね、比例ブロックの最下位だから、まあね、それはまあ比例ブロックに名前を連ねて一人でも当選させてやろうということで、本人は当選するつもりが全然ないわけだから、ね、まあ、この人の落選は織り込み済みだけど、その比例で一人も通らなかったっていうのはやっぱりね、そうですね、いうことだよね。それから次世代の党では山田博史幹事長。ああ、山田博史さんね。はい、幹事長だった。幹事長でした。幹事長だった。うん、幹事長。そうだったんです。現職幹事長落選。現職幹事長落選だったんですよ。中田博史さん。山田博史さん。あ、山田博史さんか。そう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 。あの杉並の区長やってらっしゃった。そうなんだ。山田博史さんと中田博史さんってさ、区別が分かんないんだよ。山と中の違いということで、他漢字も一緒。私が昔から知り合いで、この番組の、はい、交代で時々私が誰も知らないだろうけれどもヨットで失敗こいてる時にかな出てくださったのが中田さんで、そうです、代打さん、なんか代打の中田さん、代打って言うなよ、ね、違う、ラジオで代わりにやってくださった中田さんと電話がつながってる。そうなんです。現在地方へ移動中のようですけれども、もうどうやらつながったようですので、下さん呼び中田さん、こんにちは。はい、こんにちは。あ、ご苦労様です。今どちらですか。今ですね、札幌です。あ、千歳ですね。千歳、はい、空港。千歳、雪どうですか。ね、今日は割と暖かいということで、そんなに雪が降ってる状態じゃないです。まあ見えますけどね、飛行機降りたらですね。今日どういうご用向きですか。あ、ちょっと公園なんですよ。前からお引き受けしていた。公園ですか。はい、なるほど、公園ですか。はい、当面はあれですかね、講演等の活動をされることになるわけですか。そうですね、講演とか、あと辛坊さんのピンチヒッターとかですね。あ、そういうことを、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にいっぺんスタジオにもいらしてくださいよ。ぜひぜひ。そうですね、もういろいろとやっぱり日本の政治全般についてかなり曲がり角だなと思うんでね、ちょっとまた、どの辺曲がり角だと思われます。うん、まず一つは経済、安倍さんがアベノミクスの信任というふうに通ったわけで、それはまあ信任されたって結果になってるわけですよね。とはいえ、このまま円安株高のようなね、なんか方程式はずっと成り立つのかって言ったら、いやいや、もうまさしくおっしゃる通りですね。強いですよね。とにかくまあ今とにかくどんどんお札って円安に向かうのが戦略で、それ以外の戦略がなくて、このまま本当に円が大暴落みたいなことになったらどうにもならなくなりますよね。で、じゃあ日銀があの円するのを速度を落とせるかっていうと、そんなことしたら国債の値段が下がりますから落とせないしっていうギリギリのところですからね。だから投資機会もっと増やすような思い切った策を成長戦略として出せないと、いや全くその通りだと思いますね。日本はもう奈落の底に効かねないっていう、いや私もあの危機感は同じ思いで共有してるんですよ、中田さん。だけど中田さん、はい、落っこっちゃったらしょうがないじゃないですか。そうなんですよ、やっぱりね、次世
世代の党、これ比例を一つも取れなかったっていうのはもう完全にね、昨日も僕は言ったんですけどね、党の会議があったんで、やっぱりこれはね、深刻な結果責任が問われてしかるべきだと思いますよね。まあ私も執行部の一員ですから、そのことを自戒しながら言ったんですけどね。でもね、申し訳ないけどね、永田さん、私も最後にほらこの番組で永田さんに、あの時維新に行くか次世代に行くか、あの第三勢力で休業して別の党を作るかって話してたじゃないですか。で最後に次世代に行った時に正直と思ったんですよ。で次世代って確かにネットのあのバカの支持はありますけど、基本的にバカのネットのやつしか支持してないわけで、そうすると実際に選挙になった時それは勝てないだろうっていうことぐらいは読めてませんでしたか。厳しい選挙になることはそれはもう覚悟をしていました。だから僕はね、今の日本にとって必要なのはこの国の哲学というか理念がきちっとあった上で、各論としてのね、さっき言った成長戦略だとかっていうのを語る、このなんていうか哲学と一方は各論という、この2つがセットになっていることが大事だと思うんですね。で次世代はね、理念の方ばっかりになっちゃってるんですよね。じゃあ理念もね、それはそうなんだけど、ある程度現実がついてこないとしょうがないわけで、憲法改正、憲法9条改正は私はね賛成だしすべきだと思うけども、現憲法破棄っていう石原さんのね、これが全く現実味がないわけ で、それは誰もついてこないだろうって、まともな人はっていうところの判断はあってしかるべきだったんじゃないですか、永田さん。まあ、あの石原さんとは東京都知事、僕は横浜市長という関係の中でね、あの人間のつながりがあったり、山田博史杉並区長もそうだったしね、やっぱりこの義理と人情というのもありますしね、その中でどうやってやっぱり穴をこじ開けていくかっていう努力をしたんですが、おっしゃる通りの結果でそれは認めざるを得ないと思いますね。今後どうされます、これしかし。まあこれから先どういうふうにね、この政治を動かしていくのかと、僕はまあ国会議員という立場だけじゃないと思うんですよ。もちろんいろんなね、辛抱されてるように言論からねやっていくのも手ですからね。いや、私も疲れ果ててますからもう。まあ、そこはやっぱりこう幅広に考えてやらなきゃダメだと。中田さんまだ相当若いですもんね、言ってみてもね。まあ四捨五入にすると100になりましたけどね。え、嘘、50歳を超えたということですか。そうです。今いくつですか。50ジャストです。50ジャストですか。でもまだまだこれからですね。永田さん、今度あの4月には統一地方選もあるわけじゃないですか、はい、地方の方からもう一遍改革をっていうようなお考えはいかがですか。これはすごい大事なことなんですが、ただ僕自身も感じたように、やっぱり文献というのがしっかりないと残念だけど地方の限界っていうのはあるんですよね。で地方が今やらなければいけないことは、財政規律をしっかりと元に戻して借金体質を改めなきゃいけないっていう、ここをやらなければいけないわけで、まあ橋本さんだってそれをやってるわけだし、僕だってそれをやったわけですよね。でそこから先ね、例えば補助金だとかっていうのはね、これ、国の事業をやれば地方も金を出しながら金もらえますっていう、結局やればやるほど借金が膨らんじゃう。そうなんですよね。そう、公共事業をやると、じゃあ地方自治体は1割の負担でいいですよって、じゃあ9割負担国が見ますって言ったって1割の負担は残るわけで、そうですよ。だから結果としては国がしっかりしないと、地方がいつまでたっても自主性をしっかり発揮してマネジメントができないという限界は必ずあるんで、そこを正すためにね、まあ国政っていうのはやっぱり大事だよねっていうのはあります。まあその中でも地方の今回の4月の統一地方選挙は、これまた本命なき、なんていうか、どんぐりの背比べ選挙になるでしょうね、統一地方選挙は。どうなんですかね、正直言うと中田さんは維新の橋本代表とも、そんなに疎遠というか縁がないわけでもなし、なんかもったいないなっていうか、維新に残っといたらよかったんじゃないのっていう感じもするし、今後どうですかね、やっぱりあれですか、枝さんと仲悪いっていうところが根本的にあるわけですか。そういうこと言ってると日本多分変わんないと思うんですね。僕の方は全くそういう感覚はなくて、とにかく方向性一致する人たちが一緒にやらなきゃダメだと。だから橋本さんと石原さんが分党だって言った時に一番ぶったまげたのは私自身なわけです。なんで分党って二人が決めたら分党になるんだと。まあそこで東軍と西軍のような分かれ方をする中でね、さっき言ったような、まあ旗から見りゃ中田さんもったいないことしたねと言われるけれども、まあ人脈やら何やらでそっちを選んだわけですが、あの時の分党ではね。ただ今のようなその、あの人が好きだ嫌いだっていうのはね、これ政治の中に持ち込んでもダメなんですよ。
好き嫌いでやってるわけじゃないんで、まあ、そうそうだから橋本さんの言ってることはもう全面的に賛成だしね、これから先広くやっぱり野党再編っていうのは橋本さんも言ってるように、あるいは民主党の中でも声が出てるように、これはやんなきゃダメだと思いますよ。今神奈川18区の選挙結果見てるんですが、自民の山際さん中人が8万6800票余り、永田さんが5万9000だから、そこそこいい線いってんですよね時点でね。これ維新なら絶対通ってますね、まあ、たらればを言ってもしょうがないですね。まあ、そりゃそうですね、もうやっぱり負けたのは自分の力不足なんですよ。逆風だろうがなんだろうがね、中田は頑張れという状態を作れなかったっていうのはもう僕の力不足なんですよね。これはいや、頑張ってくださいよ、ね、もうね、本当に応援してんですよ私は。ありがとうございます。いや、日本の未来のために必要ですよ、ね、そら、まあね、本当にね、こう日本を、ね、改めるっていうことに向けてね、僕はね、政治家の覚悟だと思うんですね。本当にね、ピーチクパーチクね、議論やってても変わんないですよ、日本は。問題はね、結論を出したら、それを実行に移せるかどうかに尽きるんですよ。ただしね、それはものすごい批判食います。橋本さんもそうだし、僕だってもうめったくそやられましたからね。でもそれをやれるのが誰かって言ったら、国政に見当たらないんですね、貧乏くじ引こうっていう人が、安倍さんも含めて。だからまあそこをやろうと思ってたけど、ここで焦げちゃったんでね、もう一回またあらゆる手段を尽くして日本再建のために頑張ります。どうですか中田さんの方向性としては、これから地方の首長なのか国会議員なのか、国会議員だとして衆議院なのか参議院なのか、政治家を辞めるつもりは全然ないでしょ当然。まあ政治家というか政治活動はやりますよね。なんかこういうとね、七面倒くさい、お前、もっとシャープに言えよって言われちゃうかもしれないけどね、別に手品師になって日本が変わるんだったら、僕、手品師になろうと思ってるんですよ。だけど、それじゃ無理だよねっていうところにおいて、政治をやってるわけであってね、まあ、基本的には国政やんなきゃしょうがないと思ってますけどね、当然ね。伊田君。自民党が今回300議席、自公で300と、自民党単独でも295とか、すごい数字取りましたが、こうなると改革はじゃ進まない可能性が高いですか。結局、安倍さんは仮にやろうと思っても、自民党のしがらみで物事決断できてないというのはこれまでなんですね。だから僕は昨日も実は講演してて、はい、二通りのシナリオがあると思っていて、このまま安倍政権が自民党のしがらみの中で金融緩和と財政出動、いわゆる公共事業を積みますということしかできないんだと、もう日本は奈落の底に行く可能性が高い。さっき辛坊さんが言ったところです。で、もう一つのシナリオは、まあ、この機会に解散をして、あえて安倍政権の任期を延ばしたわけですね。だからそういう意味においては、オバマがキューバとの関係をやってるように、もうレームダックじゃないけれども、はい、残りの期間、俺はやることやるんだ、歴史に名を残すんだというつもりでね、自民党のしがらみを断ち切って、安倍さんが決断をしていく、まあ、いわば成長戦略の中における、例えば農協についてね、もう徹底して解体をして、輸出をしていくような農産物を作れるような産業を育てていくと。例えばそういうことに対して思い切って舵を切ると、はい、いうことを安倍さんが開き直ってやれればね、そこから先は僕は日本は続いていくと思うんですね。この金融緩和は生きてくると思うんですね。まあね、これは永田さんとも何回もお話ししましたし、橋本徹ともしょっちゅう話してんだけど、もう安倍さんがちゃんとやってくれるんなら別に維新なんかいらないと、そうそうそうね、他の第三極もいらないと。ただだけどこの2年間を見る限り、やろうとしてるっていう意思は見えるんです。例えば農業改革にしろ、今まで誰も手つけなかったけど、だけどどこまで本気でやるか。私別の番組でやったんだけど、とにかく人口300いた島が今最後の2人になって、そこの島はもうあと死に絶えてなくなるっていう、今地方ってそこまで来てて、でもその島ってかつて300人の人口を支えるだけの農業があり漁業があり、じゃあそこに移住して農業できるかっていうと、株式会社は農地を保有ができない、漁業権が設定されてて誰も漁業はできない、豊かな海豊かな農地があるんだけど、今人口ゼロ、これもったいなさすぎだろうと。これ制度変えなきゃ人はそこに移り住めないわけだから、だったらそれ農業改革漁業改革なんだけど、分かってんのにここが評伝だから今まで手つけられないっていう、これは自民党の悪いところですよね中田さん。そういうことです。だからしがらみに、まあ、囚われて安倍さんが決断できないまま日本を、まあ、いわば一緒に引きずり下ろしてしまうような国にしてしまうのか、それとも開き直って安倍さんがここから先そういう決断をできるのか、まあ、もちろんね、日本のためには後者を期待しているわけであって、はい、別に足を引っ張ってダメだダメだというつもりもないわけですよ、もともと国会にいた時からね、はい、
だから僕は開き直って安倍さんがやってくれることを期待をしたいし、そうなれば日本はチャンスが出てくる。まあこのどちらのシナリオでいくかですね。じゃあ中田さん、もし安倍さんがダメなら立ち上がりましょう、はい、まあそうなんですけどね、うん、飯田君が一緒に行くって言ってますから、はい、もう飯田さんも辛坊さんも総攻撃かけて、総攻撃かけて、ね、立ち直らせるためにね、僕がちょっと忙しいって、もうお願いしますよ本当に。なんとか日本を良くしていかないといけないですよ。いやいや、そうそう、思いは一つですから、はい、いや本当に。も決まってんです。さっき言ったように貧乏くじを誰が引くかです。批判されようが何しようがね、僕なんかめちゃくちゃ言われたけど財政立て直したわけですよ。1兆円借金純減させて、だけど日本総理大臣の借金減らした人いないじゃないですか、この国は。貧乏くじ引く覚悟で決断できるかどうかですよ。これは安倍さんできるかどうか、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、こちらこそです。ありがとうございました。今度スタジオでぜひ、ぜひぜひお待ちしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ来週押しかけます。はい、来週休みです番組すいません、残念なことに来週休みなんです。ありがとうございます。皆さん、年明けぜひまたスタジオにお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。中田博さんと電話をつなげました。元気そうで何よりでした ね、 ねえ、うん、今週の注目です。まだね、悪口言われやすいタイプなんだこの人。そう、いまだにあれを引いてたっていうのがね、あ、そのなんか年博なんだっけ、年博じゃねえや、 Y150。 ああ、それかそれか、いろいろあった ね、はい、今週の注目ニュースを辛坊さんに解説してもらうズームオン、このコーナーポッドキャストでも配信しています。詳しいことは番組のホームページでご覧になってください。この後はお知らせを挟んで週刊ズームワードです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ズーム、そこまで言うか、週刊ズームワード。有楽町日本放送と大阪をつないでお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここからの時間は週刊ズームワードです。検索サイトヤフー検索でこの1週間のうち検索が急上昇したワード100位の中から番組が注目したニュースな用語にズームしていきます。ほ、ではほ、今はどっちですか。え、あの、本物です。本物ですか。本物です。というか偽物出てっちゃいました。あら、まあ、では今週1週間の中で検索されたワード上位3位から1位をご紹介します。まず第3位は木村亮、続いて第2位は東山、そして第1位は王金剛。ごめん、全然わかんないわ今週。全部わかんない。ね、じゃあまず第3位の木村亮は、一般男性と2009年に結婚して3年前から別居中という女優のあの沖縄恵さんが、はい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 、あの9歳年下のイケメン俳優木村亮さんと交際していることが分かったということで、私も検索した。そうそう、年下の彼だそうですよ。あ、今手元になんか写真が出てきたぞ、はい、なんかこの沖縄恵さんと木村亮さんって、うん、ね、同じ顔だねこれ。でしょ、私も思ったんです。すごくお顔立ち似てますよね。これお互い見つめてご飯食べてても自分の顔見ながらご飯食べてるみたいな感じで気持ち悪くないか。手紙見ているようですよね、うん、まあ、整った目鼻立ちとかね、本当に。そうそう、で沖野めぐみさんね、今まであの2004年にサイバーエージェントの藤田社長と結婚して、あ、そうだったね、離婚して、その後に2009年にも一般男性と再婚してるんですが、そしてお子さんも2人いらっしゃるんですが離婚されて、でまあ、この元ジュノンスーパーボーイコンテストで特別賞受賞されたっていう木村さんと、まあ、確かにこの木村さんすっきりしたお顔立ちで綺麗ですよね。すっきっとしてますね。そうですね、うん、続いて第2位。今まで 見てたのが飯田君だったから余計そう思うのかな。そうですね、そりゃそうだ。もう一人続いて2位の東山って何これ。これは山なんですけど、違います。お相撲さんじゃないの。山、あの福島県と山形県の境にあるね、東山、はあ、これが小規模な噴火が起こる可能性が高まったとして気象庁が5段階ある噴火レベル、噴火警戒レベルをこれまでの平常の1から、まあ、入山を希望するという2に引き上げたということなんですね。そう、なんか最近あれだね、今年特にそうだけど火山の噴火が相次いで、はい、阿蘇山もこの間から噴火してるし、その前にあの大きな噴火でね、たくさんの方が亡くなられたりとか。そうなんですよ、やっぱりあれだね、火山の活動期に入ってるのかもしれないですね、うん、ちょっとね警戒をした方がいいこれは要警戒ですね。で1位の王金剛、誰それ。バレーボール日本男子代表で東レ所属の方なんですが、はあはあ、パチンコ店で財布を置き引きしたとして窃盗の容疑で捕まった。
たと。パチンコ屋で置き引きされるようなところに財布置いとくなよっていうそういう話じゃないよね。そういう話じゃないです。セットいけないですからね、品川のパチンコ店でそういうことをしたということで検索急上昇しました、だからもう 手元にある資料によると財布に今15万円以上入っており、そのうち14万円を抜き取り店員に財布を拾ったと届けたようですって、いいやつじゃん。いや、まあダメですよ。14万取ってんだもの。そうそう、いっぱいお金入ってんね今の財布、ね、こんなにお財布に現金入れてる人は最近いないだろう。辛坊さんは知らないですけどね。あ、僕のやつはね、本当にあのなんかあのクーポン券とかそんなもんしか入ってませんから。あ、カードの方でね、お支払いはね、はい、では番組が注目したワードこちらになります。第28位カタズン。何それ、知らないですか。知らない。じゃあ辛坊さん、壁ドンは知ってますよね。壁ドンは知ってます。そうそう、映画やドラマなんかでね使われて、もうユーキャンの新語・流行語大賞でも発表されました。トップ10入りました。壁にドンと手をつくやつ。ほうほう、早くもこの壁ドンに代わる新たなアプローチとしてカタズンが週刊誌で紹介されました。何カタズンって。これはですね、心理カウンセラーの小高千恵さんによって提唱されたものなんですが、へえへえ、男性がいきなり女性の肩にもたれかかって、疲れた、俺もうダメだっていう、あの辛坊さんがよく言うセリフ、それ一発でセクハラで訴えられますよ。寄りかかっちゃいますけどね。寄りかかっていいんですか。まあ、一応そんなことができるなら私毎週毎日どこでもやっちゃいますよそれ。本当ですよね、ダメでしょそれ。ね、一応このワードが28位ということなんですけど、これをすることにより女性が母性本能をこうくすぐられまして、あ、自分を頼って甘えてくれてるんだっていうね。で、普段強い男性がそうされたりすると、あ、意外だわ、この方もこんなとこがあったのねみたいな感じで、よしよしやってみる、やる。セリフの方はもうね、辛坊さんよく入ってますからね、疲れた、もうダメだってね。もうダメで疲れてますからね、はい。まあでも、私はちなみにこれあんまり感じないですね、されても。ああ、増山さんそういうタイプじゃないんだよ。だから増山さん基本的にさ、相手をよく見極めて、乾いてるよね、人間として。そんなことないですよ。時間が来たようですから、週刊ズームワード以上でございます。辛坊治郎ズームListen and rediscover Zoo. そこまで言うか。はい、時刻は午後2時を回りました。はい、辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ってね、増山さん、さっきからなんかタイミングがなかなかお顔が見えないとつかめないんです。私も今ねぼーっとしてました。2時回ってるんですね。もうね、早いもんですね、はい。メールをいただいてるやつを若干見てみますかね。辛坊さんお願いします。スタッフ細胞騒動、昨日会見が開かれ結局小保方さんが退職という結末、今後彼女はどうやって生活していくのでしょうか。辛坊さん、秘書にでも誘ってみてはいかがでしょうか。あら、そうですよ、お気に入りの秘書雇うほど偉くないけども、雇えるんだったらいいよね。ねえ、小保方さんはね、本当に俺の周りのスケベジジイってみんなさ、いまだにありますって言ってんだから、あるに決まってるじゃないですか辛坊さんっていうスケベジジイがいっぱいいます。この後でもどうするんですかね、小保方さんね。小保方さんですか、まあ、お金持ちだから関係ないんじゃないですか。だけどね、今回ね、あんまりみんな問題にしてないけれども、はい、これ捏造だったら、というかもうすでに論文の一部は捏造だというふうに断定されちゃってるわけで、意図的にやらかさない限り、だってキメラマウスっていう、その細胞を注入してその細胞が全身に散らばるマウスができましたっていう、マウス作ってるわけですよ。そうするとそのマウスを作る元になった細胞はじゃあ一体何だったんだって話でしょ。そんなもんね、偶然でできるはずないですから、意図的にやってるわけですよ。で、意図的にやったとするならば、はい、それってなんか罪にならないのぐらいの話で、退職しまして、それでじゃああと平穏に暮らしてくださいっていうわけには残念ながらいかないんじゃないのかなと思いますけどね。私はね、小方さんは可愛らしいから、できることならね、なんとかしてあげたいとは思いますけれども、私ごときがなんとかするような話ではないですが、ただだけど、そのどうやって生活していくのかっていうと、落選された議員の人もね、あ、そうですね、どうされるんですか、うん、議員の方、国会議員ってだからも昔みたいになんか金持ちがやってますみたいな時はあれだけども、はい、最近結構貧乏な人も国会議員になったりしてますからね、落選したらご飯食べられないっていうケースをどうするんだろうな。大きな政党だと、
大きな政党だと結構ね落選中もその政党支部としてのお給料みたいなのを払って次の選挙に備えてくださいよっていうことがあるんだけど、小さな政党だとそういうシステムがそもそも出来上がってませんから、小さな政党で起こっちゃったりなんかするとそれは生活困るよな、いろいろと自分でねなんか手立てを考えないといけないですね。まあでもそう考えたら世の中に仕事のない人たくさんいるわけで、そういう人たちも自分で何とかしてるわけだから、まあ元国会議員だから特別に優遇されなきゃいけないという必要はないわけで、そのあたり確かに難しいなとは思いますね。しても私の手元にあのメールいろいろ来てますが、面白いですねこれ。どれ、いや、いろいろ面白いですよ。面白いですね。率直なご意見いただけます。あ、先週のね安藤優子さんのラジオのあれに来てましてね、安藤さんの聞き上手ぶりはテレビとのギャップありまくりでした。新垣さんへのインタビューは辛坊さんと飯田さんより上でした。安藤さんってラジオ向きの方ですよ絶対、という大橋さんという方からメールいただいてますけど、違う、それはあのね花を持たせたとは言いませんけれども、譲ったんですか辛坊さんが。いやそうじゃなくて、あの私ダメなんですよこういうのはね、あのねなんか照れちゃうんですね。あ、安藤優子さんだって初めてね初対面だったんですよね。そうなんです、どうでした、まあ、ご感想は。安藤優子さんですか、素敵な人ですね、綺麗でしょう、ね、なんかだけどね、先週安藤優子さんさ、来て普通に喋って帰ってそうそう翌日選挙特番やったのがいいんだけど、その次の週にそうそうなんか夕方のスーパーニュース、そうやめますみたいな話になって、そうなんです、月金の午後のミヤネ屋の裏、どっちが裏か表か分かんないけど、まあ、先にやってるという意味ではミヤネ屋の裏でしょうね、裏やるんだって、それ高橋克実さんとね、全然そんなこと言ってなかったよな、びっくりですよね、教えてほしかったです、辛坊さんとやりたいですとかなんか言ってたくせに言ってた言ってた、言ってたあんた言ってたくせにっていう言ってましたね、そういえば、そうなんですが、面白そうですか、どうですか午後の番組。私も読売テレビで働いてますからね。でもね、あの期待してますよね皆さんね、安藤さんがそういったちょっともうちょっとね山ネタをどうやって扱っていくのかとかね、あの時間帯ってミヤネ屋しか見るもんないんだね今ね、基本的にで、ミヤネ屋ってやっぱりね成功してるのが、あの実はミヤネ屋ってね読売テレビの報道局作ってるんだよ。あ、なんかねバラエティとか制作とか情報系だと思うでしょ、ところがミヤネ屋作ってるのはね報道なんだよ、だからニュース素材が割とストレートに扱えて、あのなんか起きた時の突発事故対応で報道の組織が使えるっていうのが非常に大きいですよ、だからまああのフジテレビさんにアドバイスするわけじゃないけど、俺がアドバイスしてもしょうがないんだよねやっぱ午後の時間帯のもう主婦の皆さんも報道やニュースに対する関心が高まっているので、だからあんまりバラエティとか芸能とかに特化せずにニュースストレートで扱うんだったら、それこそフジの中で報道の中に組織作るぐらいのことは考えた方がいいよねって俺が言う話じゃないの、やっぱりフジテレビの、ね、方に伝わってるといいですね、この放送がね、と辛坊治郎さんが申しております、それちょっと今の富士さんアイデア料ください、何だったら顧問やりますよラジオの前のあなたからもいろんなメッセージをお待ちしています。今週気になったニュースや辛坊さんへの質問などどんなことでも構いません。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ zoom1242 をつけてつぶやいてください。ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番です。ラジオそしてインターネットラジコ .jp で同時生放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。辛坊治郎ズーム、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊治郎ズームズームズームそこまで言うか。この後は番組が注目したタイムリーな話題をゲストに伺うタイムリーズーム。今日のゲストは占い師のゲッターズ飯田さんです。お笑いコンビゲッターズとして活動後、放送作家、タレント、占い師として幅広く活躍中。これまでに占った人数は4万人以上。今回は2015年の日本はどうなるのか、さらに2014年世間で話題となったあの人たちは占い的にどうなのか、先日ゲッターズ飯田さんにお話を伺った模様をお聞きいただきます。そこまで言うか、1242日本放送、日本放送ズームタイムリーズーム。
日本放送から辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。 AM1242 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組はラジオの他にインターネットラジコ .jp からも聞くことができます。さあ、ここからの時間はラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズーム。誰かに話したくなるとっておきの情報をゲストに伺います。ご紹介いたしましょう。占い師のゲッターズ飯田さんです。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。この番組2回目。そうですね。はい。増山さんは初対面ですか？初めてなんです。私ということは前、増田さんの頃なんだ。そうあ、なんかあの時、そういえばなんか出産の、占いをして当てた。ね、そうそう。差し当てたという、そういうことになっておりますが。うん、そうですね。ゲッターズさん。はい。売れてるらしいですね。私の手元にあるゲッターズ飯田の運命の変え方、はい、ポプラ社、はい、これがですね、この後ろをペルペッと見ますとですね、10月23日に第1釣り発行で、はい、11月7日にもうすでに3釣りですから、はい、すっごい勢いで売れてますよ、これ。もう6釣りを。もう6釣り？もう6釣り目です。人財産ですね。いや本当に。これなんであれですか？そんなに売れた理由は何ですか？これ今回、運気の、まあ、簡単に言うとグラフが載ってるんですが、ほうほう、これ運命を変えるグラフが載ってるんですよ。で、僕、占い始めて17、18年経つんですが、うんうん、僕、自分で自分の運気を調べたら、大したことなかったんですね。これをどうにか良くする方法のないかと思って。運命は変えられるってことですか？そうなんですよ。あ、それでゲッターズ飯田の運命の変え方なんだ。はい。で、決断するタイミングで運命は必ず変えられる。そうなんですよ。で、結局、運気のいいタイミングに物を買うとか、運気のいいタイミングに引っ越しをするとかを繰り返したら、人間良くなるんじゃないかなと思って繰り返して、実験をずっとしてたら良くなったんですよ。うん。なので、満を持してこの本を出しました。ということは、もう運が悪いからダメだと諦めるんじゃなくて、はい、変えられると。必ず。変えるためには自分のタイミングを知ることだと。正解です。さすがですね。素晴らしい。僕が説明するより、分かりやすくていいですね。なので、この本があれば、自分でタイミングよく、結局僕いろんな占いやってたんですけども、例えば2014年いいですよって言ったのに、うん、今年全然よく売れませんとか、運が悪いですとか、離婚しましたとか、クビになりましたとか、うんうんうん、これなぜだろうってずっと考えて、やっぱ占いって外れるもんなのかなと思ったら、そのいつ結婚しましたかとか、いつ引っ越しましたかと、いつ転職しましたかって聞くと、大体このグラフで×の時期か黒三角下の時期で決断した人が多いんですよ。なるほど。要は決断のタイミングが悪いと、運のいい時期でも運のいいことが起こらないことが分かって、なるほど。要は結局占いじゃなくてタイミング論なんだなってことが分かったので、この本ちょっと今までの占いとちょっと考え方がだいぶ違うので。そうですよね。それじゃあその自分のタイミングを知るためにですね、はい、どうやってこれゲッターズさんの場合を占ったり占うんですか？自分は例えば星であるとか、なんか画数であるとか、いろんなのあるじゃないですか。はい。で、まあこの本もそう、基本生年月日、生年月日一番大事。まあ本で言うと一番後ろの方にグラフが載ってます。一番後ろに生年月日、ああ出てる出てる、はい、それに、自分の誕生、まあそこの番号をクロスするとこ、自分の誕生日を足してもらって、はいはい、で A 数字が一番隅っこに載ってるので、はい、一番右のところに C だとか D、E、F、G、H、I、いろいろありますね。はい。なので辛坊さんで言うと、金のカメレオンの F というところを見て、金のカメレオンの F、はい、学習能力、吸収力が抜群に高い星、古風で現実的な理屈や、当たってるがな。ありがとうございます。当たってるがな、これ。ねえ。当たってるがな、これ。まあ、ちょっとした性格分析とか、まあまあ、恋愛的なことも書いてありますけど。ね、僕の占いだと、肌の白いお嬢さん風に弱いので。そうなんです。グーグーじゃないですよ。まあ、で、前回も、ね、肌の白い人がね。そうですよ、肌白いですよ、結構。肌ね、はっきり言っておいくつなんですか、本当に。お嬢さん風で。お嬢さんって、お嬢さんって年じゃないでしょ。いやいや、まだまだ何やってんですか、まだまだお嬢さんで。まだまだお嬢さん。大きい娘がいるくせに。で、ご出演ね、前回された時も占っていただいたんですが、はい、ちょっとちゃんと辛坊さんの未来というのをまた占っていただきたいなと思っています。わかりました。はい。辛坊さんがじゃあ、2015年ですね。来年ね、2015年、うん。お願いします。来年ですが、辛坊さん、はい、2015年の前半と後半でだいぶ運気の流れが変わりまして、ちょっと前半、まあ、8月ぐらいまでややパワーダウンが出てるので、あ、そうすか。ちょっと疲れやすいとか、静かにしといた方がいいですね。そのリフレッシュするとか、はあはあ、力を入れるより、よし、長期で休み取るぞ。あ、でも正解です。正解ですね。長期の休みを取ったりとか、ちょっとのんびり過ごすと後半からぐっと運気が上がります。よし、
じゃあ大阪の方ちょっと休んでもらって、ね、土曜日はこちらね。来年の前半は休むぞ俺は。よし、新保さん、だから2015年の11月12月から大きい仕事が来たり、うん、かなり忙しくなる流れになるので。ああ、今ねちょっと予感がしてるんですよ。来年の秋口なんか大きなことが起こりそうな気がするんだな。ちょっと充電しといて、そこに一気に力を放出するとさらに良くなります。そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあ後半の方がいいんですね。より後半の方がいいですね。じゃあ増山さん行きましょう。増山さん。私ですか、うん、増山さんですか。私の生年月日はご存知ですか。はい、一応ね。なるほど、はいはい、増山さん自体がね、もともとでも明るいのと陽気な星を持ってるので、うん、笑顔で人の心を捕まえるといい星を持っているんですが、変なとこ負けず嫌いなんですね。で、我が強いところと、そうなんです。もうね、後輩をいじめ倒す。そんなことないですって。後半の毎日毎日ね、毛が生えてないとかって言ってですね、ひどいこと言っていじめ倒すんですよ。まあ、若干一面のことはね、よくいじめます。まあ、でも余計な一言を言う星は持ってるので。昔からですもんね。舌下には気をつけないといけないってことですね。舌下にポロッと出てしまうところ、ポロッとね。でも余計なこと言っちゃうんだよ。自分がこれが正しいなと思ったことを非常にまっすぐ突き進むという部分ではいいんですけど、一箇所心が男の子って星を持ってるので、心が男の子、わかるわ。男の子は嘘かもしれない。廃墟があるんですけど、全く色気が出ないって星なんです。出ない今ちょっと痛いですね。そうなんですか、はい、心が男の子。あと根が意外といい加減なので。あ、いい加減だ。あと見透かされてる。人の話ほとんど聞いてない。聞いてない。それはなんか全然この辺の人たちのなんか聞いておっしゃってるんじゃないですか。出たデータを占ったことがそのまま。もうドンピシャ、もう 100% 当たってる。そのまんまですね。でも女優業とか喋る仕事、まあこういう、あと声優さんに非常に多かったりとか、声の仕事が転職で、あとダンスを踊ったりすると運気も上がる。ダンス踊りますか。パフォーマンスという意味ですけども、人前で何かやると長けてる星ですね。そうなんですか。我が番組の飯田浩司アナウンサーも一応、ね、飯田浩司くんですか。じゃあ飯田くん聞いときましょう。飯田くんね、後でじゃあ報告して本人にね、はいはい、で悪いことだけ言っていただいたらいいですか。そうですね、ちょっと簡単に占ってもらって。飯田さんがですね、はい、2015年絶好調になります。絶好調なので、飯田さんね、7年半闇の中にいたんですね。この7年半ね、占い上ですよ。占いでろくなことなかったのと、だいぶ辛抱してるのと、はあ、特に5、6年、ほんと6年前、7年前一番どん底にいて、そこからずっとじわじわ我慢して、2、3年前からやっとまあ期待されてちょっと頑張ろうかなっていうのが出てたんですが、2015年絶好調です。2015年絶好調。光り輝く時が来ました。光り輝く時がやってきましたか。それでは、今回はまあこの2014年も残すところあとわずかということで、今年世間を騒がせた方、来年以降どういう運勢になっているのかということで、はい、まあ、やっぱり注目のあのスタップ細胞の小保方さん、はい、ゴーストライターの騒動のありました佐村豪一さん、号泣議員の野々村議員、この3名話題になりましたが、この方の中でこう目立って動きがある方っていうのはいらっしゃいますか。でもね、お三方調べたんですけども、小保方さんは2014年は荒れると出てたので、しかも予想外の方に振り回されるっていうのが出てたので、一応2015年になると体制が変わってきたりとか流れが良くなるんですが、この方本当に花開くのがあと8年ぐらいかかると思います。じゃあ8年後になんか大発見でもするかな。これのやつの多分見せ方が変わると、なんか出てくる可能性が。あと佐村ごっちさんは2014年より15年の方が流れがちょっと変わってきます。どちらかと本格的にちょっと自分 の, その作るものとかそちらの方に力を入れるような運気になるので、まあ、注目されるかどうかちょっと言いづらいんですけども、うん、その好きなことは頑張れるってい う, うん、野々村議員は人との縁がバッサリ切れるという前提。あ、本当だ、野々村さんのところを見たら、なんだ2014年最悪だなこれ。どつぼにはまってんだこれ、まあ、私でもこのゲッターズ飯田さんの本を見て、はい、私もこの野々村議員と全く同じ金の方法なんですよ。ああ、今年やっぱりこの番組でドツボにはまっちゃった。まあでも来年以降は徐々にっていう感じなんですかね。でもその運気の中の説明、ちょっと芸能界だけちょっと特有な運気がありまして、演者さんとかやられてる方は運気が悪いと逆に良かったりとか、そういうこともあるんですか。一般の人とやっぱ職業によって特に芸能界だけね特有な運気が流れてるので、だからそれが必ずしも悪いって言い切れない部分が、こういう喋る仕事とか芸能人に限ってだけちょっと違うんですよ。ですって、
そうなんだ、はい。まあ、そして来年ですよね、いよいよ2015年、日本について、来年の日本はどんな風になるのかって、日本生年月日調べようがないでしょ。どうすんですかそれ。どうやって調べるんですか。でも一応運気の流れっていうのがありまして、どういう人たちが注目されるか、まあ、要は運のいい人たちの集まりがどういう人たちなのかっていうのを計算すれば予測が大体つくんですね。おなので2015年はですね、ちょっと華やかな時代になるので。あ、そうなんだ。特に若い男の子たちが注目されやすくなります。いや、若い男が注目されるのか、ちょっとあ、中年のおっさんが注目されるとか、そういうのがいいんだけどな。20代、前半か10代後半の特に男の子たち、じゃあうちのバカ息子どもがな、力が出てくる。特に芸能界が非常にいいので、例えばジャニーズがちょっとコントをやり始めるとか、お笑いでもちょっと華やかな人たちが出てくるとか、花のあるちょっと時代が始まるので、流れ的には良くなると思います。で、2015年の後半ですね、本当辛坊さんが良くなる頃に、大企業とか大手企業がグーンって運気上がってくるんですよ。なのでこれをまあまあ見ると、景気的にも後半かなり流れが良くなり始めるのが見えるんじゃないかっていうのが予測です。なるほど。番組の未来みたいなのも分かりますか？分かります。ズームの番組は何年に始まりました、はい、2012年4月7日。2012年4月7日、はい、なるほど。じゃあ辛坊さんの運気的で言うと、メインが辛坊さんですもんね。そうですね。辛坊さんの運気で言うと、一応上り調子の時に始めているので、2015年までやればそこからもっと長くなります。15年がじゃあもうその分かれ目というか、ポイント2010、あ、ごめん、15年の末か、2015年の年末までついたらもう16年からすごい人気番組になったりとか、いい流れに乗ります。そうそう、相性なんか分かんないのかな。相性調べられますよ。相性、じゃあじゃあね、私とね、この あの目の前にいるあの、はい、あの増田さんとです。増山さやかです。あ、増山さんとですね、はい、飯田くんの、はい、はいはい、飯田くんの相性でいかがなもんでしょうか。前回の増田さんの時も似てましたけど、はい、本当皆さん遊び仲間みたいな人たち。あ、でもあれですよ、飯田さんと増山さん相性めちゃくちゃいいですね。はい、ただ辛坊さん、飯田さん、増山さん、3人とも共通点が心が高校生で止まってるっていう部活みたいな3人です。なるほどね。そうですね、仕事のつもり多分3人ともあんまない気楽な感じの、仕事をするにはどうなんですか。仕事するにはいいです。あのチームワーク取りやすいので、似た感覚が分かるので、ただ3人とも若干我が強いところが急に出るので、ね、その自分の運命気になる方変えられますので、このゲッターズ飯田さんの方をご覧になってください。ゲッターズ飯田の運命の変え方、ポプラ社から絶賛発売中です。アマゾンでもね、購入できますので、ぜひチェックしてみてください。買いやすい、だってね、はい、1000円だもん。安いですちょっきり、そうですね、税別1000円です。はい、はい、ということでお時間やってまいりました。今日のゲストは占い師のゲッターズ飯田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。中にはほとんど警察官の応答にもですね、返事ができないと。拉致問題については安否を確認することができました。1242日本放送ニュースタイムマシーン、時刻は午後2時30分を回って、いや今31分になりました。日本放送から私辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。ここからはニュースタイムマシーンです。再び井戸アナウンサーです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あのツイッターでいただいてるんですが、まーちゃんさん、へへ、今日のズーム大阪と東京の二元中継なんだよね。そうそう、会話にタイムラグがないのはなぜと。そうなんですよ。いや今時そんなもんないでしょでもね、これ逆にハイテク機器を使うとね、はい、あのタイムラグできるんですよ。でエンコードデコードっつってですね、一遍デジタル化してそれを元に戻すとかっていう作業になると、必ずそこでタイムラグができるんですが、多分これ回線がアナログなんだと思いますよアナログの普通の
デジタルだって。一応デジタル改善ではあるけれども適当なこと言うなよ。いや俺じゃないですよ。有線でねつながってるんで。有線でつながってます、非常に早い。ということはこっちで引っ張ったら向こうでピピッと引っ張られたりなんか、ね、綱引きみたいにできそうですよね。そういうあれじゃないですよ。そうですか。なんかよく吹くとものすごい短いタイムラグがある。わかんねえそんなもん。あるんですかこれ。微妙にあるの、うん、微妙にあるらしいですよ。本当にあるかどうか試してみる。どうやって試すんですか。ちょっとなんか聞こえるか試す方法を考えよう、はい、その前にコーナー行きましょう。ニュースタイムマシーンです。この1週間の過去のニュースに注目していきます。今週注目したのはこちらです。1996年12月17日ペルー日本大使公邸占拠事件。現地時間の17日夜、日本大使公邸近くで爆弾が数回爆発しまして、で、武装グループと警官隊が銃撃戦になったと。犯人がどうやって入ってきたかもよくわかんないで、気がついたら周りに犯人がいて、あの、顔を上げるなとか、頭を動かすなとか、体を動かすなとか、そういう感じで指示をしていたと。まず最初に爆発音がありましたと。で、私はたまたま、大使公邸の庭のですね、右奥の方にいたんですけど、爆発音が大使公邸の左側からしまして、その後すぐに銃声等を聞こえまして、またあの伏せろという言葉が出たんで、まあ、あの皆さんに習うようにして私も伏せました。でそれ以降はもう正直言いまして怖くて、あの顔を上げることもできずずっと伏せていましたんで、あのその時の様子とか正直言って見てません。お聞きいただきましたのは当時のニュースでの一報、そして、解放された日本人の方のコメントでありました。 あれ1996年でしたか。いやーなー、もっともっと前のような気がしてたな。まだ20年経ってないんですね。そうなんですね。飯田君覚えてます？僕高校1年の頃ですね。高校1年ぐらいだったら意外と覚えてるかもしれないな、はい、どんな事件だったのか。はい、現地96年12月17日レセプション中であったと。これ、天皇陛下の誕生日が近いということで、そのレセプションだったんですね。ペルーにある青木森久日本大使公邸を、ペルーの左翼ゲリラトゥパクアマルが襲撃しまして、日本人日系人を含むおよそ600人、まあ、このレセプションに出席した方々を人質に取って立てこもるという事件でありました。で武装グループは仲間の服役囚全員の釈放を含む4項目を提示しましたが、当時ペルー大統領であったフジモリ大統領はテロリストには絶対屈しないという姿勢で交渉は難航したわけであります。で最終的に警察の特殊部隊が公邸内に突入し、3人の人質が死亡しましたが、犯人14人全員が射殺されまして、青木駐ペルー大使を含む人質が救出されました。襲撃から4ヶ月と、だ年を越したんですね。これ、人質が捕らわれてる時に、いくつかのマスコミがね接触に成功してインタビューを取れたりとか、はい、うん、これはどん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 人質じゃなくて犯人に気づかれないうちにトンネルを掘っていって、なんかもうドラマみたいな映画みたいな展開でしたからね。1996年か、はい、僕はこの年はね、はい、2ヶ月ほどアメリカ行ってんですよ。あ、そうだったんですか。そうなんです。アメリカの国務省の招待でアメリカに2ヶ月を行ってますですね。へえ、はい、そこから帰ってきて直後ぐらいじゃなかったかなこれ。あ、そうですか。でこのあと青木さんってフィリピンの大使かなんかなってないか。ほう、どうだろう。この時の、はい、青木日本大使公邸、この時は公使です。あ、大使か、日本大使か、大使でしたね。大使ですね、はい、確かその後フィリピンにいたんじゃないかなと思うのは、はい、私の先輩で岩田君雄さんという人がフィリピンの特派員だったことがあって、この人は青木さんとかなり親しい、日本帰ってきてからも何回も飲んでるみたいな。あ、ね、ペルーに行く前に、うん、あ、行く前か、はい、フィリピン公使とマニラ総領事。ああ、まあそれだそれだ、はい、じゃ先にその行く前 に行く前にですね、行く前にうちの読売テレビの岩田さんと親しかったんだよね。はあ、だからびっくりして、あの青木さんがみたいなことになって。なるほど、うん、
結構鮮明に覚えてますね。その後どっか行かれたんですか。ケニアに行かれたと。ケニア大使で、大会確かね、そのこの青木さんが、はい、マニラにいた時に、ですね、三井物産かなんかの人がやっぱ現地の左翼組織というか過激派に捕まってですね、はい、若王子事件、そう若王子事件、指切り落とされたような写真が日本に送りつけられてっていうのがあったじゃないですか、はい、あの時の、フィリピンの、日本の側の責任者だったような気がする。ごめん時系列違うかもしれないけど、でも確かに経歴を見るとそのマニラ公使であったりをやった後にいくつかのポジションを経てるので、うん、ちょうどその80年代の後半あたりにいらっしゃった可能性が高いんですよ。当時は橋本内閣ですね、外務大臣池田幸彦さん、あの日本だったらやっぱりあのかつてやっぱり日本で同じようなことがあった時、福田内閣の時に、はい、人の命は地球より重いって言ってですね、犯人の要求を飲んでしまった、それに対してやっぱりこの藤森大統領の対処の仕方に関してやっぱ当時やっぱ日本でもね、左翼系のあのメディアなんかはかなり批判をしたんだけど、やっぱりこういうこれがやっぱり正当なんじゃないのか。ただだけどこの後かわいそうに藤森さんはペルーでこの時の指揮等で殺人かなんかの罪にいろいろ問われたりなんかして、はい、まだ藤森さんご健在もう亡くなった。私ねその後ね藤森さんが日本に来てたことがあるんですよ、その日本に来てた時に拓殖大学かなんかで講演をされた時に私聞きに行ったんです。あ、そうなんですか、はい、で直接お目にかかってるんですが立派な人でしたよ。でその後日本にしばらくいて、これ絶対ペルーに帰ったら捕まるだろうなって言われていて帰って行って捕まっちゃったんです。だからペルーに向かう、あ、それもペルーに直接行かずに隣の国かなんかしばらく入ってたんだよね。あ、なるほど。その前に日本で講演された時に私直接会いに行ってるんですよ。あ、そうなんですか、はい、立派な方でした。まだご健在でらっしゃいます。確かにその訴追をされたりなんだりと、でもうご高齢で病気もされてるから、ちょっと罪は勘弁してくれよというようなことをこう周りの方だとか息子さんだとかがやっているという、ね、これだけ立派な人がやっぱりこの罪で訴追されちゃうっていうのはちょっと違うような気がしますけど、それはまあ他国の国の話ですからね。それはまあ人の国の内政に関して干渉はできませんけれども、そういう意味じゃ、まあ、この人立派な人だったのに残念だなというのは正直なところでありますね。はい、今日は1996年12月17日ペルー日本大使公邸占拠事件についてお送りしました。ではここで今日注目したこの1996年に発売されたヒット曲をお届けします。450万枚もの売り上げを記録したアルバムグローブのグローブからディパーチャーズ。ではこの時間はラジオの前のあなたからいただいたニュースに関する辛坊さんへの質問をお伝えします、はい、飯田さんお願いします。はい、瀬戸和優凪さんからいただきました。瀬戸和優凪、はい、オバマ大統領がキューバ国交正常化交渉を始めるとか、そうなるとキューバからメジャーリーグへたくさんの選手が流出しそうです。まあ全員がメジャーにはいけないでしょうから、きっと何人か来日するはずです。阪急のバルボン受けた受けた受けた、そこに入った。そこ来ましたか。阪急のバルボンまだ知ってます。81歳かなんかでご健在で、あ、そうなんですか。まだそのオリックス関係のなんかね、なんかやってますよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。はあ、向こうでスカウトとかそういうことですか。じゃあいやいや、そこまで大きな仕事はしてないみたいですけど、もうさすがにご高齢ですから。すごいですね、バルボンって。あの上田監督時代ですか。もっと前かな。もっと前ですよね。西本監督時代とかですかね。んなんか相当前ですけどね。はあ、山田久志さんがいてっちゅう時代ですか。このメールの続きが今ベラボーな金額を払わなければキューバ人選手は来日しませんが、最近キューバの選手増えたよね。いや、そうなんですよ、増えたんですよね。グリエルでしたっけ、なんかあの横浜に入ったのとかね、いろいろね。将来はリーズナブルな年俸で獲得できるに違いありません。阪神チャンスですね。どうかな、メジャーリーグと取り合いになったら逆に上がるんじゃねえか。あ、それはメジャーは本当どうだろうな。金に糸目はつけない。キューバですか。キューバですよ。俺さ、ここへ来てキューバってなんか北朝鮮のような 国だと思ってさ、はい、昨日そこまで行って委員会でボロカス言うだろうと思ったらさ、はい、なんか知んないけどみんながすごいいい国だいい国だって言い始めてさ、へー、
うなんだと思って、そんなにいい国ならいっぺん行ってみっかって感じだよな。あ、共産主義の独裁国家だろ所詮はと、こう思うんだけどさ、なんかの BS のね船旅とかああいう番組だと必ず出てくるんですよね、うん、キューバ、なんか昔のアメ車がいまだにずっと走ってるとか。そうなんだ、から金融措置だから、だからねこれあの国交が成立して、はい、あの金融が解けたらさ、うんうんうん、あれ一変するよ、新しい車がドカーンと入ってんで、なんで50年代の車があんなに残ってるかっていうと、ええ、60年代以降アメリカの車が輸入できなくなったからしょうがねえからあの古いアメ車使ってるわけでさ、だから今のうちに行っとかないとあの光景はなくなるよ。なるほど。キューバ、キューバで思い出した、キューバ俺昔あの、ドラム習ってた時の先生が元東京キューバンボーイズのドラムの人だった、はいまあそれだけね、キューバだけどキューバじゃないみたいな。キューバといえば思い出した、まだやっぱね、アメリカでどのぐらい経済制裁してるかっていうとね、はいはい、サインフェルドっていう今もうやめちゃったかな、30分のシットコム、シットコムシチュエーションコム、コメディっていうのは、俺90年代の後半にアメリカ住んでる時に、はい、あの一番人気のシットコムだった。シットコムって昔の奥様魔女とか大体そのシチュエーションがあって、はい、30分のコメディなんですよ。でその90年代の後半にサインフェルドとかっていうのの、はい、シットコム見てたら主人公がですね、あの主人公の不良のおじさんがいるんだけど、それがいろんなイカ様やで、その不良のおじさんが、おい、いいキューバさんがな、3つ手に入ったんだよって、指3本だって3つ手に入ったんだよつって、はい、って言うと全員が思うのはキューバさんの葉巻を思うわけ、うん、日本でねキューバの葉巻はいくらでも買えるけど、アメリカは金融措置だから、アメリカは世界の中で数少ないキューバさんのタバコは合法的に買えないんだよ。ほー、だからキューバの葉巻って言うと世界最高峰だけど、アメリカの金持ちはみんな欲しいわけだよ。そのサインフェルドの主人公が出て、キューバさんがいいのが3つ入ったんだよって言って、暗がりに客を連れ込むのここで待ってろって、3つ持ってくるから、そうそう、ああキューバさんのタバコが買えると思って、お客さんがドキドキしながら暗がりで待ってると、その主人公が現れてキューバ難民3人連れてきて、おい払っつってキューバさん3つって言って引き渡すっていう、そういうコメディがの中のワンシーンがあるくらい、キューバ近くて遠い国で150キロぐらいしか離れてないんだけど、日本だったら当たり前に買えるキューバ産の葉巻がアメリカでは買えないっていう、あんだけ何でもあるアメリカでキューバ産のハバナの葉巻買えないっていう状況が一変するね、これで。まあ専門家にちょっと話を聞きまして、ジェトロアジア経済研究所というところの山岡加奈子研究員にお話を伺ったんですが、キューバ情勢に詳しい方で、国交正常化はキューバにとってもろ刃の剣であって、おっしゃるように、まあアメリカからいろんなものがやってくると、でその中にはアメリカ政府から民主化や人権状況の改善をこれまで以上に要求されたり、あるいは文化的な影響を受ける、アメリカ人観光客が急増すると一般のキューバ人との接触が高まって、これまであまり流入してこなかった価値観や情報が入ってくるんだと。だからキューバの革命政権にとっては負の、まあでもキューバってやっぱり北朝鮮と違って情報はもう国民はみんな世界の中でキューバがどんなことになってるか、アメリカがどんな国かって分かってるから、そのあたりはやっぱり北朝鮮にアメリカが入ってくるんだったら違うよね。亡命した人たちがあのキューバに戻ることは比較的自由だし、お金の送金も一定額はできたりなんかしますから。そうですよね。だから北朝鮮だってありえないもん、そんなこと。で今回も国交回復って言ったら、キューバの街角でみんながおやってたーっつって万歳三唱してるみたいなやつが、キューバ人万歳参照しねえかっていう映像が普通に出てくるぐらい、別にそれであの万歳参照したからって言って機関銃で撃たれたりしないわけで、そういう意味では北朝鮮とは随分違うわね。あ、で一方これが進むかどうかなんですけど、オバマさんにとっては楽観はできないんだと。だからまあやっぱりあの民主党とかじゃなくて共和党だとか、それからやっぱり、はい、やっぱキューバからあの当時やっぱアメリカに、当時っていうか今はそうでもないのかもしれないけれども、長い間自由を求めて、はい、あの150キロしかないからっていうんで、もう小さいボートで出てってですね、あのカリブ海に沈んだ人たちがいっぱいいるわけですよ。で命からがら逃げ出して、知ってます、あれ逃げた時に、はい、海の中で捕まうと強制送還なの。だけど陸地に立ってるとアメリカ国内に移民として認められるっていう、難民として認められる。だから必死になって海岸線走ってきて、海の中でと捕まると強制送還で、陸に上がっちゃうとアメリカ国民になれるっていう、もう運命の分かれ道みたいなとこだわ。へ、そうやってアメリカで自由を手にしたキューバの難民の人たちにとっては、うん、あのカストロ体制が変わらないのに、あのそれで仲良く普通に付き合う、ふざけんなと、アメリカは人権を何どう考えてんだって、はい、それは怒るわな。うーん、うん、
まあ、共和党は、ね、マルコ・ルビオさんとか結構ヒスパニック系の方は怒ってらっしゃると、まあ、今のうちに言っといた方がいいかもね、観光地としては。なるほど、面白くなくなっちゃう絶対、はい、面白くなくなっちゃう、はい、たくさんのメッセージどうもありがとうございました。辛坊治郎ズーム、日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしてまいりました。はい、遠く離れて有楽町と大阪つなげましたけれども、今日は松山さんのご尊顔を拝せず本当に寂しい限りでございます。私も寂しかったですが、ね、嬉しいね飯田くん、嬉しいです ね。どんな上面トークをしてるんですか。本当ですよ、全くねえ、あ、そちらにメッセージって言ってますか。あのね、手元にね、そういえば、うん、あのゲッターズ飯田さんが今日いらっしゃったんで、はいはい、3人の、うん、占ってもらった結果が届いておりまして、なんか、あ、そうだな、飯田君なんかあの7年半闇の中だったらしい、ね、そうこれがね、なんかツイッターでやたらと反応されてまして、うん、7年半の闇の中から抜け出てまいりました。来年絶好調、来年絶好調、何なんだろう ね宝くじでも買うか、いやそうですよね、宝くじにするか馬券にするかちょっと悩むところですね。でも辛坊さんも11月12月、来年は大きい仕事が入る。俺だけどさ、 そこまで生きてる自信がないんだよね。またそんな、もうなんかね本当に、もう長い休みを前半は取らなきゃってね。そうなんだね、飯田君頼むわ本当に。いやそんな、何を言ってるんですか。これだって番組続くとか、ほう続きますよちゃんと。これ ネットのバカとか言う、火に油を注がない飯田君、そういうことばっかり言うんだから。本当に俺じゃない。皆さんあれは全部飯田君が言ってます。やめてください、辛坊治郎ですよ。おい、どっちが喋ってるんだかはっきりしてください。本当わかんないですよ。あ、番組終わっちゃう。あ、そうそうそう、あ、そうなんだ。あと1分ぐらいなんですが、そう、来週はねスペシャル番組をお送りするためこの番組お休みです。ですからね、年明け1月3日まで放送はないということです。で、1月3日の辛坊治郎ズームそこまで言うかはスペシャルゲスト、あの猪瀬直樹さんが登場します。ね、例の騒動はもちろん、今までどんなことをして過ごしてきたのかなど2時間たっぷりお話をね伺うようです。うわー、俺ダメだ、俺もうなんか面と向かってさ、なんかその今落ち込んでる人を目の前にするとさ、それ聞きたいことも聞けないじゃないの。またまた何をおっしゃいますから。得意なとこじゃないですか。即位の情ってもんがあるでしょ。ニヤニヤしてるじゃないですか。ちょっと待てよ、そんなこと言ったら来てくれるもん。来てくれるそろそろですよ。お待ちしておりますよ、はい、そろそろだよ。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司でした。皆さん今年もありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。一人しかいない。愛の瀬さんという人が、ね、ほぼ言ったなこれ。愛の瀬さんほら5000万円、はい、特集会から受け取って、まあ、あれは借りたと本人は言ってるわけ でその後返したんだよ ね。で返したんで、あれはそれを書いてなかったってんで、政治資金収支報告書の記載漏れで、はい、結局どうなったかっていうと50万円の略式起訴罰金刑なんだわ、はい、でそのくらいの罪には普通なるかな。だけどあれは知事を辞めたから、多分あれ知事現職続けてりゃ多分、だからね、政治家が現職にこだわるのは、はい、検察警察も現職の政治家っていうのはある程度でっかいあのネタでないと捕まえないんだよ。だからあの小沢一郎さんのケースがそういうことで、あれも明らかに、まあ、秘書はもう起訴されてるんだけど、まあ、政治資金収支報告書の記載漏れという単独で、それは今までだったら大体修正申告みたいなことをすれば、はい、刑事事件に現職だとならないんだけど、怒っちゃってただの人になった瞬間に警察検察は、じゃあとりあえずと捕まえとこうかって話になるわけで、今回も小渕優子さん当選してなきゃ、あれなんかかなり危ういよ。あれ当選してても危ういくらいだけどね。あ、でまたほらドリルであのハードディスクに穴開けてたっていう、パソコンを物理的にぶっ壊してたって言うんですから ね。これのネタがリークされてくるということは、はい、警察検察は相当怒ってて、あ、やっちゃうよと、
そこまでするあんたたちっていう、これはないんじゃないのっていう、そら普通パソコン、いやうちの事務所は昔からパソコン捨てるときにはあのハードディスクにはドリルで穴開けてました。嘘つくんじゃない。どこ誰がそんなことする。そんなに隠したいネタがあんのか、お前のところの事務所は。井田君しないよねそんなことね。いやーしたことないですね。ドリルで穴開く、ドリルで穴開くもんなんですかね。ドリルだったら穴開くでしょう。穴開くか、でもハードディスクの場所を特定してそこに的確に穴開けるってそんなに簡単にできないよ。そうですよね、俺なんか分かんないもん。いや、俺なんか自慢じゃないけど自分の車のボンネットでさえ開けたことないの。そういえば最近始業点検聞かなくなったよね。あ、やってる？車乗るときにボンネット開けてオイルゲージ見てさ、オイルレベルゲージで、上のラインと下のラインと真ん中のところにありますっつって、それをこうあの雑巾でググッと拭ってもう一遍入れて、あ、やっぱり大丈夫ですみたいな、ファンベルトが、はい、ファンベルトがちゃんとあのね、遊びがどのくらいとか、ハンドルの遊びは何センチみたいなことを車乗る前にはやらなきゃダメなんだよ。やらなきゃダメですよ。そうだろ、俺車買って一回もボンネット開けたことないどころか、ボンネットの開け方がわからない。その上今の車ってあれなんだよね、パンクしたってね、スペアタイヤ乗ってないんだよ。そうなんですか。あ、そうだ、あとはね、もう最近の車でスペアタイヤ乗っけてる車なんかないよ。マジっすか、俺全然。パンク修理キットっていうのがあって、はい、なんかパンク修理キットっていうのはなんかスプレーみたいなやつをあのタイヤの空気のところになんかジボーってやると、はい、とりあえず膨らむみたい。へえ。だからタイヤがないんだよ。時代は変わりましたな。時代は変わってますね。で、何の話でしたっけ。政治資金収支報告書からここまで来ましたけど。政治収支報告書。なんだっけ。あ、渡辺芳美さん。渡辺芳美さんは落選したからね。渡辺芳美さんは落選したから、はい、うん、多分、あの、まあ、熊手か。熊手な。熊手でしたね、うん、そういえばね。あれは、まあ、略式起訴ぐらいいくんじゃないか。ああ。うん、大渕優子さんの方が立ち悪いもんね。これ本来ならば、うん、私はちゃんと刑事事件にすべき案件だと思うけど、なんつーたって選挙強いから、うん、どのくらい強いかっちゅうた、あーた、はい、2位の5倍ぐらいの得票数っていうさ、うん、すごいよね。すごかったですね。ぶっちぎりもぶっちぎり。ぶっちぎり8時の時点でゼロ当確ってやつですよ。これだから有権者の皆さんって地元の人たちはそのぐらい支持してるってことなんだろうけどな。熱烈にね。だからそういう人をさ、本来は公平に扱わなきゃいけないんだけど、決して公平でないからね。決して公平でない。だから権力を持ってれば持ってるほど、よほどの罪やらない限りは、あるいはよほど何かの理由で警察検察に嫌われない限りは、塀の中には落ちないと。はい、小沢一郎さんのケースでも、あれね、あの検察審議会、検察審査会の強制起訴だからね、そうですね、いや、検察としては、うん、いや、これ、検察としてはもうあの裁判にしませんよって話だったわけだから、ってなことでございまして、はい、実はこのあとですね、今回やっぱりね、あの次世代の人たちって、なんで次世代いっちゃったかなっていう。維新が2つに割れた時に、これだから今回は次世代は次世代にとって深刻だったのは比例で一人も復活できなかったわけですよ、はい、でこれ2議席取れてますね、小選挙区で。だけどこの2議席取れてるのは平沼さんと園田さんっていう、はい、もうそれぞれの地元では盤石の、それこそ小渕優子さんじゃないけれども、天地ひっくり返っても落ちないっていう選挙区で立ってる人が、これ別に次世代関係なしで取ってるわけだから、実質次世代ってゼロに近いわけで、だけどそれって読めなかったかなと。あのネットの支持は非常にあって、ネットでこう、ね、人気投票やると2位になるみたいな、ね、勘違いしちゃうんだよ。だからタモちゃんとかさ、タモガミさん、あ、そう、タモちゃんって言うなよ。サングラスかけてるわけじゃないですからね。そうそう、タモちゃん、タモちゃんはね面白かったよ。タモちゃんね、タモちゃんあの空爆庁だった時にね、はい、空爆庁だった時にまだ無名人、例のあの作文問題があったじゃない、はいはいはい、作文問題が表に出る前なんですよ。私ちょいとあの陸上、当時航空自衛隊縁があってですね、うん、航空自衛隊の、まあ、隊友会っていうか、まあ、そういうところの雑誌にエッセイ書いたりなんかして、それであの幹部が集まるパーティーかなんかに呼んでもらったことがあって、そこに来て、はい、ダーッと居並ぶ人たちがこう挨拶するわけですよ、うん、でその中でタモちゃんも挨拶に立ったわけね、当時航空幕僚長だから、はい、航空自衛隊の一番トップトップですもんね。で挨拶立ったらですね、これがまたうまいなよ、喋りが。その頃は、まあ、例 の, あの作文問題があのアッパホテルの、ね、作文コンクールの、はい、
の検証コンクールが出る前だから、うん、もう全く普通の人は誰も知らないっていうぐらいに言ってたけど、面白い人がいるなと思ってたんだわ。そしたらそこにあの並んでる自衛隊でもうちょっと下のランクの人たちが、人が私のところへこそこそっと来て立ち話してたら、辛坊さんこの人ね話面白いけどもうすぐなんかやらかしますあのお話し中のところ恐れ入りますが、そろそろ、はいはい、なんでそろそろ一旦お時間でございます。一旦お時間です。この後ね、次世代の方に出ていただくらしいよ。そうなんですよ。すごいね、どうも今日は。すごいですね。ご期待ください。1242日本放送 Zoom Listen and Rediscover 辛坊治郎 Zoom そこまで言うか。今週の注目ニュースを辛坊さんに解説してもらうズームオン。続いてズームするニュースはこちら。衆議院選挙で大物議員の落選が相次ぐ。ズームオン。今回の衆議院選挙、大物と呼ばれる国会議員の方々の落選が目立ちました。ざっとご紹介しておきますと、次世代の党の石原慎太郎さん、石原さんは花から通るつもりないからね、比例ブロックの最下位だから、まあね、それはまあ比例ブロックに名前を連ねて一人でも当選させてやろうということで、本人は当選するつもりが全然ないわけだから、ね、まあ、この人の落選は織り込み済みだけど、その比例で一人も通らなかったっていうのはやっぱりね、そうですね、いうことだよね。それから次世代の党では山田博史幹事長。ああ、山田博史さんね。はい、幹事長だった。幹事長でした。幹事長だった。うん、幹事長そうだったんです。現職幹事長落選。現職幹事長落選だったんですよ。中田博史さん、山田博史さん、あ、山田博史さんか。そう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 、あの杉並の区長やってらっしゃった。そうなんだ。山田博史さんと中田博史さんってさ、区別が分かんないんだよ。ええ、山と中の違いということで、他漢字も一緒。私が昔から知り合いで、この番組の、はい、交代で時々私が誰も知らないだろうけれども、ヨットで失敗こいてる時にかな、出てくださったのが中田さんで、そうです、代打さん。なんか代打の中田さん、代打って言うなよ。本当に。ラジオで代わりにやってくださった中田さんと電話がつながってる。そうなんです。現在地方へ移動中のようですけれど、もうどうやらつながったようですので、下さん呼びます。中田さん、こんにちは。はい、こんにちは。ご苦労様です。今どちらですか。今ですね、札幌です。あ、千歳ですね。千歳、はい、空港。千歳、雪どうですか。ね、今日は割と暖かいということで、そんなに雪が降ってる状態じゃないです。まあ見えますけどね、飛行機降りたらですね。どういうご用向きですか。あ、ちょっと公園なんですよ。前からお引き受けていた。公園ですか。はい、公園ですか。はい、当面はあれですかね、公演等の活動されることになるわけですか。そうですね、公演とか、あと辛坊さんのピンチヒッターとかですね。あ、そういうことを、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にいっぺんスタジオにもいらしてくださいよ。ぜひぜひ。そうですね、もういろいろとやっぱり日本の政治全般についてかなり曲がり角だなと思うんでね、ちょっとまたどの辺曲がり角だと思われます。うん、まず一つは経済、安倍さんがアベノミクスの信任というふうに問うたわけで、はいはい、それはまあ信任されたって結果になってるわけですよね。とはいえ、このまま円安株高のようなね、なんか方程式はずっと成り立つのかって言ったら、いやいや、円安による市場の方が実はかなり強いですよね。とにかく、まあ、今とにかくどんどんお札って円安に向かうのが戦略で、それ以外の戦略がなくて、このまま本当に円が大暴落みたいなことになったらどうにもならなくなりますよね。で、じゃあ日銀が円するの速度を落とせるかっていうと、そんなことしたら国債の値段が下がりますから、そうそうそう、落とせないしっていうギリギリのところですからね。だから投資機会をもっと増やすような思い切った策を成長戦略として出せないと。いや、全くその通りだと思いますね。日本はもう奈落の底に効かねないっていう。いや、私も危機感は同じ思いで共有してるんですよ、中田さん。だけど中田さん、はい、落っこっちゃったらしょうがないじゃないですか。そうなんですよ、やっぱりね、次世代の党、これ比例を一つも取れなかったっていうのはもう完全にね、昨日も僕は言ったんですけどね、党の会議があったんで、やっぱりこれはね、深刻な結果責任が問われてしかるべきだと思いますよね。まあ私も執行部の一員ですから、そのことを自戒しながら言ったんですけどね。でもね、申し訳ないけどね、中田さん、私も最後にほらこの番組で中田さんに、あの時維新に行くか次世代に行くか、第3もう第三勢力で急合して別の党を作るかって話してたじゃないですか。
で最後に次世代に行った時に正直と思ったんですよ。で次世代って確かにネットのあのバカの指示はありますけど、基本的にバカのネットのやつしか支持してないわけで、そうすると実際に選挙になった時それは勝てないだろうっていうことぐらいは読めてませんでしたか？うん、厳しい選挙になることはそれはもう覚悟していました。だから僕はね、今の日本にとって必要なのはこの国の哲学というか理念がきちっとあった上で、各論としてのね、さっき言った成長戦略だとかっていうのを語る、このなんていうか哲学と一方は各論という、この2つがセットになっていることが大事だと思うんですね。で次世代はね、理念の方ばっかりになっちゃってるんですよね。じゃあ理念もね、理念もね、それはそうなんだけど、うん、ある程度現実がついてこないとしょうがないわけで、憲法改正、憲法9条改正は私はね賛成だしすべきだと思うけども、現憲法破棄っていう石原さんのね、これが全く現実味がないわけで、でそれは誰もついてこないだろう、まともな人はっていうところの判断はあってしかるべきだったんじゃないですか、永田さん。まあ、石原さんとは東京都知事、僕は横浜市長という関係の中でね、人間のつながりがあったり、山田博史杉並区長もそうだったしね、やっぱりこの義理と人情というのもありますしね、その中でどうやってやっぱり穴をこじ開けていくかっていう努力をしたんですが、おっしゃる通りの結果でそれは認めざるを得ないと思いますね。今後どうされますこれ。しかしまあこれから先どういうふうにね、この政治を動かしていくのか、僕はまあ国会議員という立場だけじゃないと思うんですよ。もちろんいろんなね、辛抱されてるように言論からねやっていくのも手ですからね。いや私も疲れ果ててますからもう、そこはやっぱりこう幅広に考えてやらなきゃダメだと。中田さんまだ相当若いですもんね、言ってみても ね、まあ四捨五入にすると100になりましたけどね。え、嘘、50歳を超えたということですか？そうです、そうです。今おいくつですか？50ジャストです。50ジャストですか、はい、でもまだまだこれからですね。永田さん、今度4月には統一地方選もあるわけじゃないですか、はい、地方の方からもう一遍改革をっていうようなお考えはいかがですか？これはすごい大事なことなんですが、ただ僕自身も感じたように、やっぱり文献というのがしっかりないと残念だけど地方の限界っていうのはあるんですよね。で地方が今やらなければいけないことは財政切り一応ね、なるほど、はい、はい、松山さん自体がね、もともとでも明るいのと陽気な星を持ってるので、笑顔で人の心を捕まえるといい星を持っているんですが、変なとこ負けず嫌いなんですね。で我が強いところと、そうなんです、もうね、後輩をいじめ倒すの、後輩の毎日毎日ね毛が生えてないとかって言ってですね、ひどいこと言っていじめ倒すんですよ。まあ若干一面のことはねよくいじめます。まあでも余計な一言を言う星は持ってるので昔からですもんね。舌下には気をつけないといけないということですね。舌下にポロッと出てしまうところ、ポロッとね、でも余計なこと言っちゃうんだよ。自分がこれが正しいなと思ったことを非常にまっすぐ突き進むという部分ではいいんです。一箇所は心が男の子って星を持ってるので、心が男の子、わかるわ、男の子は嘘かもしれない、愛嬌があるんですけど全く色気が出ないって星なんです。出ないわですね。そうなんですか、はい、心が男の子、あと根が意外といい加減なので、あ、いい加減だ。あと見透かされてる、人の話ほとんど聞いてない。聞いてないそれはなんか全然聞いてない、この辺の人たちのなんか聞いておっしゃってるんじゃないですか。出たデータを占ったことがそのまま、もうドンピシャリ、もう 100% 当たってる、そのまんまですね。でも女優業とか喋る仕事、まあ、こういう、あと声優さんに非常に多かったりとか、声の仕事が転職で、あとダンスを踊ったりすると運気も上がる。ダンス踊りますか？パフォーマンスという意味ですけども、人前で何かやると長けてる星ですね。そうなんですか、はい、我が番組の飯田浩司アナウンサーも、ね、飯田浩司君ですか、じゃあ飯田君聞いておきましょう、飯田君ね、後でじゃあ報告して本人にね、はいはい、で悪いことだけ言っていただいたらいいですか？ですね、ちょっと簡単に占ってもらって。飯田さんがですね、はい、2015年絶好調になります。絶好調なので飯田さんね、7年半闇の中にいたんですね。この7年半ね、占い上ですよ、占いでろくなことなかったのと、だいぶ辛抱してるのと、はあ、特に5、6年、本当6年前7年前一番どん底にいて、そこからずっとじわじわ我慢して、2、3年前からやっとまあ期待されてちょっと頑張ろうかなっていうのが出てたんですが、2015年絶好調です。2015年光り輝く時が来ました。光り輝く時がやってきましたか。それでは
今回はまあこの2014年も残すところあとわずかということで、今年世間を騒がせた方、来年以降どういう運勢になっているのかということで、はい、まあ、やっぱり注目のあのスタップ細胞の小保方さん、はい、ゴーストライターの騒動のありました佐村豪智さん、はい、号泣議員の野々村議員、この3名話題になりましたが、この方の中でこう目立って動きがある方っていうのはいらっしゃいますか。でもね、お三方調べたんですけども、小保方さんは2014年は荒れると出てたので、しかも予想外の方に振り回されるっていうのが出てたので、一応2015年になると体制が変わってきたりとか流れが良くなるんですが、この方本当に花開くのはあと8年ぐらいかかると思います。じゃあ8年後になんか大発見でもするかな。これのやつの多分見せ方が変わるとなんか出てくる可能性が、ね、あと佐村ごっちさんは2014年より15年の方が流れがちょっと変わってきます。どちらかというと本格的にちょっと自分のその作るものとかそちらの方に力を入れるような運気になるので、まあ、注目されるかどうかちょっと言いづらいんですけども、うん、その好きなことは頑張れるっていう。野々村議員はあの人との縁がバッサリ切れるって言ってるので。あ、本当だ、野々村さんのところを見たら、なんだ、2014年最悪だな、これ。どつぼにはまってんだ、これ。私、でも、この、ゲッターズ飯田さんの本を見て、はい、私もこの野々村議員と全く同じ金の方法なんですよ。ああ、今年、やっぱりこの番組でどつぼにはまっちゃった。まあでも来年以降は徐々にっていう感じなんですかね。でもあのその運気の中の説明、ちょっと芸能界だけちょっと特有な運気がありまして、演者さんとかやられてる方は運気が悪いと逆に良かったりとか、そういうこともあるんですか。一般の人とやっぱ職業によって特に芸能界だけね特有な運気が流れてるので、だからそれが必ずしも悪いって言い切れない部分がこういう喋る仕事とか芸能人に限ってだけちょっと違うんですよ。ですって。そうなんだ。まあ、そして来年ですよね、いよいよ2015年、日本について、来年の日本はどんな風になるのかって、日本生年月日調べようがないでしょ。どうすんですかそれ。どうやって調べるんですか。でも一応運気の流れっていうのがありまして、どういう人たちが注目されるか、まあ、要は運のいい人たちの集まりがどういう人たちなのかっていうのを計算すれば予測が大体つくんですね。おなので2015年はですね、ちょっと華やかな時代になるので、あ、そうなんだ、特に若い男の子たちが注目されやすくなります。いや、若い男が注目されるのか、ちょっとあ中年のおっさんが注目されるとかそういうのがいいんだけどな。20代、前半か10代後半の特に男の子たち、あ、じゃあうちのバカ息子どもがな、力が出てくる。特に芸能界が非常にいいので、例えばジャニーズがちょっとコントやり始めるとか、お笑いでもちょっと華やかな人たちが出てくるとか、花のあるちょっと時代が始まるので、流れ的には良くなると思います。で、2015年の後半ですね、本当辛坊さんが良くなる頃に、大企業とか大手企業がグーンって運気上がってくるんですよ。なのでこれをまあまあ見ると、景気的にも後半かなり流れが良くなり始めるのが見えるんじゃないかっていうのが、予測です。なるほど。番組の未来みたいなのも分かりますか、はい、分かります。ズームの番組は何年に始まりました、はい、2012年4月7日。2012年4月7日、はい、なるほど。じゃあ辛坊さんの運気的で言うと、うん、メインが辛坊さんですもんね。そうですね、辛坊さんの運気で言うと一応上り調子の時に始めているので、あの2015年までやればそこからもっと長くなります。15年がじゃあもうその分かれ目というか、はい、ポイント2010あごめん15年の末か、2015年の年末まで続いたらもう16年からすごい人気番組になったりとか、いい流れに乗ります。そうそう、相性なんか分かんないのかな。相性調べられますよ。相性、じゃあね、私とね、このあの目の前にいるあの、はい、あの増田さんとです、増山さやかです。あ、増山さんとですね、はい、飯田くんの、はい、はいはい、飯田君の相性でいかがなもんでしょうか。前回の増田さんの時も似てましたけど、はい、本当皆さん遊び仲間みたいな人たちあ、でもあれですよ、飯田さんと増山さん相性めちゃくちゃいいですね、はい、ただ辛坊さん、飯田さん、増山さん3人とも共通点が心が高校生で止まってるっていう部活みたいな3人ですね。なるほどね。そうですね、仕事のつもり多分3人ともあんまない気楽な感じの。仕事をするにはどうなんですか。仕事するにはいいです。あのチームワーク取りやすいので似た感覚が分かるので、ただ3人とも若干我が強いところが急に出るので、あ、ね、その自分の運命気になる方変えられますので、
このゲッターズ飯田さんの本をご覧になってください。ゲッターズ飯田の運命の変え方、ポプラ社から絶賛発売中です。アマゾンでもね購入できますので、ぜひチェックしてみてください。買いやすい、だってね、はい、1000円だもん安いですちょっきり、そうですね、税別1000円です。はい、はい、ということでお時間やってまいりました。今日のゲストは占い師のゲッターズ飯田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。中にはほとんど警察官の応答にもですね返事ができないと。拉致問題については安否を確認することができました。1242日本放送ニュースタイムマシーン、時刻は午後2時30分を回って、いや今31分になりました。日本放送から私辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。ここからはニュースタイムマシーンです。再び井戸アナウンサーです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あのツイッターでいただいてるんですが、まーちゃんさん、へへ、今日のズーム大阪と東京の二元中継なんだよね。そうそう、会話にタイムラグがないのはなぜと。そうなんですよ、ね、いや今時そんなもんないでしょでもねこれ逆にハイテク機器を使うとね、はい、あのタイムラグできるんですよ。でエンコードデコードって言ってですね、一遍デジタル化してそれを元に戻すとかっていう作業になると必ずそこでタイムラグができるんですが、多分これ回線がアナログなんだと思いますよ、はい、アナログの普通のデジタルだって。一応デジタル改善ではあるけれども適当なこと言うなよ。俺じゃないですよ、あの有線でね繋がってるんで。有線で繋がってます、非常に早い。ということはこっちで引っ張ったら向こうでピピッて引っ張られたりなんか、ね、綱引きみたいにできそうですよね。そういうあれじゃないですよ。そうですか、なんかよく吹くとものすごい短いタイムラグがある。わかんねえそんなもん。あるんですかこれ、微妙にあるの、うん、微妙にあるらしいですよ。本当にあるかどうか試してみる。どうやって試すんですか。聞こえるかみたいな方法を考えよう、うん、その前にコーナー行きましょう。ニュースタイムマシーンです。この1週間の過去のニュースに注目していきます。今週注目したのはこちらです。1996年12月17日ペルー日本大使公邸占拠事件。現地時間の17日夜、日本大使公邸近くで爆弾が数回爆発しまして、で、武装グループと警官隊が銃撃戦になったと。犯人がどうやって入ってきたかもよくわかんないで、気がついたら周りに犯人がいて、あの、顔を上げるなとか、頭を動かすなとか、体を動かすなとか、そういう感じで指示をしていたと。まず最初に爆発音がありましたと。で、私はたまたま、大使公邸の庭のですね、右奥の方にいたんですけど、爆発音が大使公邸の左側からしまして、その後すぐに銃声等を聞こえまして、またあの伏せろという言葉が出たんで、まあ、あの皆さんに習うようにして私も伏せました。それ以降はもう正直言いまして怖くて、あの顔を上げることもできずずっと伏せていましたんで、あのその時の様子とか正直言って見てません。お聞きいただきましたのは当時のニュースでの一報、そして、解放された日本人の方のコメントでありました。 あれ1996年でしたか。いやーなー、もっともっと前のような気がしてたな。まだ20年経ってないんですね。そうなんですね。飯田君覚えてます？僕高校1年の頃ですね。高校1年ぐらいだったら意外と覚えてるかもしれないな、はい、どんな事件だったのか。はい、現地96年12月17日レセプション中であったと。これ、天皇陛下のお誕生日が近いということで、そのレセプションだったんですね。ペルーにある青木森久日本大使公邸をペルーの左翼ゲリラトゥパク・アマルが襲撃しまして、日本人日系人を含むおよそ600人、まあ、このレセプションに出席した方々を人質に取って立てこもるという事件でありました。で、武装グループは仲間の服役囚全員の釈放を含む4項目を提示しましたが、当時ペルー大統領であったフジモリ大統領はテロリストには絶対屈しないという姿勢で交渉は難航したわけであります。で、最終的に警察の特殊部隊が公邸内に突入し、3人の人質が死亡しましたが、犯人14人全員が射殺されまして、青木駐ペルー大使を含む人質が救出されました。襲撃から4ヶ月と
だ年を越したんですね。これ、人質が捕らわれてる時にいくつかのマスコミがね接触に成功してインタビューを取れたりとか、はい、これはどん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 人質じゃなくて犯人に気づかれないうちにトンネルを掘っていって、なんかもうドラマみたいな映画みたいな展開でしたからね。1996年か、はい、僕はこの年はね、はい、2ヶ月ほどアメリカ行ってんですよ。あ、そうだったんですか。そうなんです。アメリカの国務省の招待でアメリカに2ヶ月ほど行ってますね。へえ、はい、そこから帰ってきて直後ぐらいじゃなかったかな、これ。あ、そうですか。でこのあと青木さんってフィリピンの大使かなんかなってないか。ほう、どうだろう。この時の、はい、青木日本大使公邸、この時は公使です。あ、大使か、日本大使か、大使でしたね。大使ですね、はい、確かその後フィリピンにいたんじゃないかなと思うのは、はい、私の先輩で岩田君雄さんという人がフィリピンの特派員だったことがあって、この人は青木さんとかなり親しい、日本帰ってきてからも何回も飲んでるみたいな。あ、ね、ペルーに行く前に、うん、あ、行く前か、はい、フィリピン公使とマニラ総領事。ああ、まあそれだそれだ、はい、じゃあ先にその行く前に、行く前にですね、行く前にうちの Within the city 絶え間なく息づく街の中でニュースが生まれる。ニュースティミュレーション、あなたを刺激する土曜の午後。 Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎 Zoom、 そこまで言うか。12月20日土曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まりましたが、辛坊さん、そうなんです。なんかずいぶん遠く離れてるような気がするんですけど。遠いですね、かれこれ500キロぐらい離れてますよね。ラジオを聞きの皆さんには何の関係もないんですが、実は私今日大阪におりまして、はい、増山さんが東京のスタジオということ で、 で東京大阪2限中継でお伝えしてまいりますということで、はい、お金かかってますね、はい、お金かけてますよ。東京の、いや大阪の茶屋町っていうところにこのスタジオがあるんですけどね、はい、NBS 毎日放送っていうのがありましてね、そこの道挟んで反対側なんですけども、これなかなか素敵なスタジオでね、これ私も老後は一つこういうスタジオ経営をやりたいなみたいな。貸しスタジオかなんかやって、よろしいんじゃないかと思いますが。それにしても飯田君ですよ。飯田君昨日の夜の7時半ぐらいに現れて、ね、そうですよ、前乗りして、さっかり飯をたかって帰っていったというですね。昨日森真希ちゃんっていう今朝、はいはい、ウェイクアッププラスという番組一緒にやってる女の子と、彼女と一緒に3人でご飯を食べてですね、はい、飯田君が変な話題を振ってきてですね、どうですか辛坊さんみたいな、もし飯田君と森真希ちゃんと脳が入れ替わった場合に、はい、ね、飯田君、森真希ちゃんの容姿の飯田君と付き合うか、飯田君の容姿の森真希ちゃんと付き合うか、さあどっちみたいな、そんな話になってですね。くだらないことしてますね、相変わらずね。そうなんです、本当に。どっちだったんですかって。いや、結論はどっちもダメという、はい、そういう結論に落ち着いたわけでございますが、はい、大阪のお天気どうですか。そっち大阪ね、はい、今日お昼前ぐらいから結構激しく雨が降り出して、今かなり降ってますよ。あ、今降ってるところですか。ドタドタに降ってますね。あらららら、ドタドタに降ってるはいいんですけどね、まあさっきこの前の番組で和田彦さんの番組聞いてたら、はいはい、和田彦さん今ちょっと風ですか。鼻声でしたね今日ね。 ですよね。私も昨日の午前中からですね、おかんがするわ、頭は痛いわ、あちこち節々が痛いわですね。で実は今も相当頭が痛いんですよ。大丈夫ですか。ダメかもしれませんね。なんかおでこ触ってあげたいぐらいに心配してますけど。いや、そうなんですこの間もほら3週間ぐらい前にほれ、ジビエの資格って食中毒になったことあったじゃないですか。ジビエの資格って食中毒になって高熱発して、はい、スタジオで這うようにして喋った時に、うん、熱がかなりあると思うんですって言って増山さんにおでこを突き出したら増山さんがプイッと横を向いたというです、ね、そんなに覚えてないですけど、そんな冷たい態度取りで女ならこいつと思って、まあ確かにおっさん触るのは嫌でもですね、これまあ、これ今だけど下手にやるとセクハラだよね。まあそうですね。だけどね、多分ね、読売テレビの女子アナだったら、そうなんですかっておでこの一つも、触ったりするんですけど、全然気づかなかったです。増山さんはひどいなと。そんなこと、今ここにいたら本当もうギュッと抱きしめてあげたいぐらいです。あったね、500キロ離れてるから言ってるでしょ。残念ですわ、はい、まあそんなこんなで、はい、なんか噂によると、来週お休みなんですって。あ、
そうなんですよ、来週1月じゃないや、12月27日がお休みなので、実は年内のこのズームの放送今日が最後ってことに。残念だな、残念、お顔見られないままです。そうなんだ、年内最後ですか、そうなんですよ、ですから渾身の力を込めて今日はよろしくお願いします、ね、わかりました。今もう、ね、ギリギリなんですね。じゃあなんでだけど大阪にいるかという話をしなくてもいいんですか。そうですね、なぜ大阪にいるかというとですね、うん、都合でです。言わないじゃないですか。いやいや、ちょっとした都合で。ちょっとしたってどんな、ちょっとした都合で。今今週ほら飛行機乱気流で大変らしいじゃないですか。あ、ね、そうですね、うん、今もう今週私ね、水曜日と木曜日と2日連続で東京日帰りしたんですよ、大阪から。はい、2日連続で日帰りするなら泊まれって話ですけど、まあ、そういうわけにもいかないんで、2日連続で日帰りしたらまた木曜日例の雪にもうドンピシャぶち当たって、新幹線は遅れるわ、行くのも1時間ぐらい遅れて、帰りも遅れて、夜寝らんないみたいなことになってですね、大変なことになりましたけど、明日ぐらいからまた雪降るそうですよ。そうですね、東京とか大阪は、ね、お天気回復するんですけれどもね、日曜日はね。東京どうなんですか、今日の天気は。今日はね、だんだん多分今大阪雨降ってるでしょ、その雨雲が西にずれ、あ、東にずれてきまして、午後から雨が降りだ、今もねちょっとパラついているんですが、あ、東京といえば、夕方から激しくなる。東京といえば、私今朝ウェイクアッププラスという番組で、うん、東京駅から生中継してたんですよ、はい、東京駅から生中継してて、なんか9000人の人が、IC カードを買うんで並んだっていう話になったら、そうそう、ね、なんかえらいことになって暴動が起きかけて発売中止になったらしいじゃないですか。そのようですね、集まりすぎちゃったみたいですよ、人が。それって事前に分かんなかったか ね, ねえ、そこまでの人気だと思わなかったのかしらね。だってあれってIC カードで後でいくらでもお金チャージできるやつだから、はいはい、カード自体はただで実質くれるんだよね。あ、だからそれだったら確かに行っちゃうよな、っていう感じはしますけど、まあそんなこんなでございまして、この後そのあたりは飯田君が喋ってくれることになってますから、なんたって彼はてっちゃんですからね。そうですね、大好きですからね、ってどこ行ったんだろう飯田君。あれ飯田君姿消してますか。すぐサボるんだよ、本当にしょうがないね。さあさあ、じゃあ進めますよ、はいはい、この番組今週1週間のニュースの中から辛坊さんが気になった話題にズームしていきます。辛坊さん独自の視点でニュースの見方や本質解説してもらいます。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。今週気になったニュースや辛坊さんへの質問など、どんなことでも結構です。メールは zoom@1242.com、 ホームページからも、ね、送れますのでお願いします。ツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスは0570-02-1242 番までお願いします。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。ではこの時期聴きたくなる曲、マライアキャリーで恋人たちのクリスマス。マライアキャリー恋人たちのクリスマスでスタートしました辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さん、奥様にクリスマスプレゼントちゃんと用意しました。今今日この後ですね、うん、私ちょっと大阪で番組の収録があるんですけどね、はい、その前にちょっと2時間ぐらい時間が空くんで、これから阪急百貨店と阪神百貨店を巡って行ってですね、何か見つくろうかなと。まあ、素敵な旦那さん。いやー、何にもなしっちゃわけにもいかないですからね、だけど最近の傾向としてはですね、クリスマスのプレゼントとか誕生日のプレゼントとかっていうのが必ずねだられるので何か出すわけですよ、うん、ところがだけど思えばですね、うん、私全くもらってないんですよね。そうなんですか。これどういうことなんだろうな。普通こういうものって相互にやり取りするもので、クリスマスのプレゼントっていうのはなんか私がカミさんにやるっていうものみたいなことになってるのがどうも釈然としないんだな、これは。いいことですよね、奥様方針、良かないって。さあ、この後のズームオンでは自民公明が圧勝した総選挙について辛坊さん独自の視点で解説してもらいます。そして1時台の週刊ズームワードはヤフー検索の急上昇ワード100位の中から番組が注目したニュースな言葉にズームします。そしてラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズームは2時10分頃から誰かに話したくなるとっておきの情報をゲストに伺いますが、2014年も残すところ2週間切りましたので、
2015年は一体どんな年になるのか、芸能界最強の占い師ゲッターズ飯田さんに占っていただきますよ。すごいですね。聞いてます？聞いてる。あの離れてるんですから、なんかハーとかフーとかホーとか、ね、言ってもらわないと、今ハーとかフーとか言う要因がですね、はい、このスタジオに入ってきましたから、今のところのゲッターズさんのところもう一遍ちょっとお試しにやってみて、もう一回いきますよ、はいはいはい、2015年は一体どんな年になるのか、芸能界最強の占い師ゲッターズ飯田さんに占っていただきます。さよか。バカにしてますよね。それ絶対。どうも飯田です。じゃあいきますよ。2時台の後半ですけれども、懐かしいニュースの秘蔵音源とともに当時の出来事を振り返るニュースタイムマシーン、今週は1996年にズームします。1996年、今どっちですか？これ一郎さんですか、二郎さんですか？いや、これ二郎さんです。本物、はい、これ本物。すごい分かりづらいです。リスナーの気持ちになっちゃう。偽物とか失礼だな。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 どっちがどっちか分かんない。ちょっと待って、それ俺の方セリフだから。ね、頼みを飯田君。失礼しました。でこう今日は飯田ですとか辛坊ですって言って喋ってくれる。そうそう、そう、ね、アイデンティティはっきりして喋らないですね。そうですね、分かるんだ。そうだった、はい、っていう感じにお送りします。私トーン落とし目に喋りますから。どっちが辛坊さん、これは二郎の方です。二郎の、分かりました。二郎高めで、そんなことで。はい、今日も最後までどうぞお楽しみに。日本放送、日本放送、1242日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。時刻は1時16分、あと15秒ほどで1時17分になります。辛坊治郎と。松山さやかがお送りしています。ここからは今週の注目ニュースを辛坊さんに解説してもらうズームオン、大阪の飯田アナウンサーとお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。今週最初にズームしていくニュースはこちらです。衆議院選挙で連立与党が圧勝。ズーマー。いや、これもうなんかずいぶん前の出来事のようにも感じるんですけれども、ね、だいたい盛り上がらないことこの上ないですね。今面白かったのはあれだね。はい、面白かったのは、あ、面白かったって言うなよ。どういう、またまた、どういうことですか。え、いやいや、面白かったって言うなよ。すいません。ね、民主党の演壇のファンの皆さんは怒ってるよ。そこですか。楓田万里さんがさ、いや、現職の党首が落選ってどうよ。しかも比例復活もならずと。だけどね、もともと楓田さんって前回も比例復活だよね。そうでした。前回も比例復活の人を代表にするっちゅうのは、はい、逆に今のタイミングで絶対総理になる目はないわけだから、渦中の栗を拾わすっちゅうか、楓田にしとけみたいなことだったんじゃないか。そんな説が、ね、だからいわゆる有力な民主党の、はい、親分衆はみんな代表選に立候補せずっていうか、あの時立候補したっけ、誰か出たな。だけどあんまりそんなに有力候補って出なかったか。最後誰と争ったんだっけ。意外と覚えてないもんですね。これね、あの時はマブチさん出ましたっけ、どうでしたっけね。タルトコさんとかその前に出たりなんかしたでしょ。タルトコさんって覚えてますか、はい、タルトコさん今回怒っちゃいましてね、また怒っちゃったんです。前回も怒っちゃったんで、これなかなか厳しいよな。まあ楓田さん党首が怒ったらシャレになんないよね、ええ、別によく考えてみたらさ、民主党負けた負けたって言われてんだけど、はい、結局前回公示前が62で73取ってるわけだから、うん、はい、負けたのか。まあ微増というかね、増えてはいるんですよね。微増じゃないだろう、11議席も増えてたら微増とは言えない、言わないと思うよ。今回明らかなのは、はい、次世代と生活が壊滅した。まあ、まあそうですね、生活はもともと大してなかったんだ。もともとが公示前5しかないんだな、これ。で、まあ、次世代は壊滅しちゃったよね。公示前19ですもんね。公示前19だったのが2だもんね。で、維新だけが踏みとどまったっていう感じで、今まで第3局で維新以外がなくなったって、なんつったって、はい、みんなの党なんて、党自体がなくなったもんね。党自体なくなっちゃいましたからね。党自体がなくなったから、ほら、渡辺芳美さん、はい、事情聴取だよ。これはやっぱり、これは大きな声で言わないよ、大きな声で言わないけれど、あれ絶対当選してらないよ。
当選してたら、とりあえず国会の会必要は、逮捕は国会の許可が必要だし、いや、まあ、お金の流れは明快だから、でもやっぱり政治資金の収支報告書にちゃんと書いてなかったっていう罪には問えるはずだよな、よくわかんないけど、そうすると、あの、誰とは言わないけれどさ、今度ゲストに来るらしいから、はい、今この段階で言いたくないんで、名前は出さないけど、うん、前東京都知事っていう人がいるじゃない。ね、その前統一をしっかりと元に戻して借金体質を改めなきゃいけないっていう、ここをやらなければいけないわけで、うん、まあ、橋本さんだってそれをやってるわけだし、僕だってそれをやったわけですよね、うん、でそこから先ね、例えば補助金だとかっていうのはね、はい、これ国の事業をやれば地方も金を出しながら金もらえますっていう、結局やればやるほど借金が膨らんだ、そうなんですよね、あの、そう、公共事業をやると、あの、じゃあ地方自治体は1割の負担でいいですよって、じゃあ9割負担、国が見ますって言ったって、1割の負担は残るわけで、そうですよ、だから結果としては、国がしっかりしないと、地方がいつまでたっても自主性をしっかり発揮して、マネジメントができないという限界は必ずあるんで、そこを正すためにね、まあ、国政っていうのはやっぱり大事だよねっていうのはあります。まあ、その中でも地方の今回の4月の統一地方選挙は、これまた本命なき、なんていうか、どんぐりの背比べ選挙になるでしょうね、統一地方選挙は。どうなんですかね、あの、正直言うと、中田さんは、あの、維新の橋本代表とも、そんなに疎遠というか、縁がないわけでもなし、なんかもったいないなっていうか、維新に残っといたらよかったんじゃないのっていう感じもするし、今後どうですかね、やっぱりあれですか、江田さんと仲悪いっていうところが根本的にあるわけですか。あの、そういうこと言ってると日本多分変わんないと思うんですね、僕の方は全くそういう感覚はなくて、とにかく方向性一致する人たちが一緒にやらなきゃダメだと。だから橋本さんと石原さんが分党だって言った時に一番ぶったまげたのは私自身なわけですよ。なんで分党って二人が決めたら分党になるんだと。まあ、そこで東軍と西軍のような分かれ方をする中でね、さっき言ったような、まあ、旗から見りゃ中田さんもったいないことしたねと言われるけれども、まあ、人脈やら何やらでそっちを選んだわけですが、あの時の分党ではね。ただ今のような、そのあの人が好きだ嫌いだっていうのはね、これ政治の中に持ち込んでもダメなんですよ。好き嫌いでやってるわけじゃないんで、まあ、それはそうだ。だから橋本さんの言ってることはもう全面的に賛成だしね、これから先広くやっぱり野党再編っていうのは橋本さんも言ってるように、あるいは民主党の中でも声が出てるように、これはやんなきゃダメだと思いますよ。今神奈川18区の選挙結果見てるんですが、自民の山際さん中人が8万6800票余り、永田さんが5万9000だから、そこそこいい線いってんですよね、時点でね。これ維新なら絶対通ってますね、まあ、たらればを言ってもしょうがないですけどね。まあ、そりゃそうですね、もうやっぱり負けたのは自分の力不足なんですよ。逆風だろうがなんだろうがね、中田は頑張れという状態を作れなかったっていうのはもう僕の力不足なんですよね。いや、頑張ってくださいよ。で、もうね、本当に応援してんですよ、私は。ありがとうございます。いや、日本の未来のために必要ですよ、そりゃ。まあね、本当にね、こう日本を、ね、改めるっていうことに向けてね、僕はね、政治家の覚悟だと思うんですね。本当にね、ピーチクパーチクね、議論やってても変わんないですよ、日本は。問題はね、結論を出したら、それを実行に移せるかどうかに尽きるんですよ。ただしね、それはものすごい批判食います。橋本さんもそうだし、僕だってもうめったくそやられましたからね。でもそれをやれるのが誰かって言ったら、国政に見当たらないんですね、貧乏くじ飛行っていう人が、安倍さんも含めて。だ、まあ、そこをやろうと思ってたけど、ここで焦げちゃったんでね、もう一回また あらゆる手段を尽くして日本再建のために頑張ります。どうですか、中田さんの方向性としては、これから地方の首長なのか国会議員なのか、国会議員だとして衆議院なのか参議院なのか、政治家を辞めるつもりは全然ないでしょ、当然。まあ、政治家というか政治活動はやりますよね。なんかこう言うとね、面倒くさい、お前もっとシャープに言えよって言われちゃうかもしれないけどね、別に手品師になって日本が変わるんだったら僕手品師になろうと思ってるんですよ。だけどそれじゃ無理だよねっていうところにおいて政治をやってるわけであってね、まあ基本的には国政やんなきゃしょうがないと思ってますけどね、当然ね。井田君、自民党が今回300議席、自公で300と、自民党単独でも295とか、すごい数字取りましたが、こうなると改革はじゃあ進まない可能性が高いですか。
結局安倍さんは仮にやろうと思っても自民党のしがらみで物事決断できてないというのはこれまでなんですね。だ僕は昨日も実は講演してて2通りのシナリオがあると思っていて、このまま安倍政権が自民党のしがらみの中で金融緩和と財政出動、いわゆる公共事業を積みますということしかできないんだと、もう日本は奈落の底に行く可能性が高い、さっき辛坊さんが言ったところです。でもう一つのシナリオは、まあ、この機会に解散をしてあえて安倍政権の任期を延ばしたわけですね。でそういう意味においてはオバマがキューバとの関係をやってるように、もうレームダックじゃないけれども、はい、残りの期間俺はやることやるんだ、歴史に名を残すんだというつもりでね、自民党のしがらみを断ち切って、安倍さんが決断をしていく、まあ、いわば成長戦略の中における、例えば農協についてね、もう徹底して解体をして輸出をしていくような農産物を作れるような産業を育てていくと、例えばそういうことに対して思い切って舵を切ると、はい、いうことを安倍さんが開き直ってやれればね、そこから先は僕は日本は続いていくと思うんですね。この金融緩和は生きていくと思うんですね。まあね、これは永田さんとも何回もお話ししましたし、橋下徹ともしょっちゅう話してんだけど、もう安倍さんがちゃんとやってくれるんなら別に維新なんかいらないと、そうそうそう、ね、他も第三極もいらないと、ただだけどこの2年間を見る限りやろうとしてるっていう意思は見えるんです。例えば農業改革にしろ、今まで誰も手つけなかったけど、だけどどこまで本気でやるか、私別の番組でやったんだけど、とにかく人口300いた島が今最後の2人になって、そこの島はもうあと死にたいってなくなるっていう、今地方ってそこまで来てて、でもその島ってかつて300人の人口を支えるだけの農業があり漁業があり、じゃあそこに移住して農業できるかっていうと、株式会社は農地を保有ができない、漁業権が設定されてて誰も漁業はできない、豊かな海豊かな農地があるんだけど今人口ゼロ、これもったいなさすぎだろうと、これ制度変えなきゃ人はそこに移り住めないわけだから、だったらそれ農業改革漁業改革なんだけど、分かってんのにここが評伝だから今まで手つけられないっていう、これは自民党の悪いところですよね、中田さん。そういうことです。だからしがらみに、まあ、囚われて安倍さんが決断できないまま日本を、まあ、いわば一緒に引きずり下ろしてしまうような国にしてしまうのか、それとも開き直って安倍さんがここから先そういう決断をできるのか、まあ、もちろんね、日本のためには後者を期待してるわけであって、はい、別に足を引っ張ってダメだダメだというつもりもないわけですよ、もともと国会にいた時からね、はい、だから僕は開き直って安倍さんがやってくれることを期待をしたいし、そうなれば日本はチャンスが出てくる。まあこのどちらのシナリオでいくかですね。じゃあ中田さん、もし安倍さんがダメなら立ち上がりましょう、はい、まあそうなんですけどね、飯田君が一緒に行くって言ってますから、はい、飯田さんも辛坊さんも総攻撃かけて、総攻撃かけて立ち直らせるためにね、僕はちょっと忙しいって、もうお願いしますよ、本当になんとか日本を良くしていかないといけないですよ。いやいや、そうそう、思いは一つですから、はい、いや本当に決まってんです。さっき言ったように貧乏くじを誰が引くかです。批判されようが何しようがね、僕なんかめちゃくちゃ言われたけど財政立て直したわけですよ、1兆円借金純減させて、ね、だけど日本総理大臣で借金減らした人いないじゃないですか、この国は。貧乏くじ引く覚悟で決断できるかどうかですよ、これは安倍さんできるかどうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、こちらこそです。ありがとうございました。今度スタジオでぜひ、ぜひぜひお待ちしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ来週押しかけます。はい、来週休みです。番組すいません、残念なことに来週休みなんです。ありがとうございます。皆さん、年明けぜひまたスタジオにお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。中田博さんと電話をつなげました。元気そうで何よりでしたね。ねえ、今週の注目ニュース。まだね、悪口言われやすいタイプなんだこの人。そう、いまだにあれを引いてたっていうのがね。そのなんか年博なんだっけ？年博じゃねえや。Y150。ああ、それかそれか。まあ、いろいろあったね。ね、はい、はい。今週の注目ニュースを辛坊さんに解説してもらうズームオン、このコーナーポッドキャストでも配信しています。詳しいことは番組のホームページでご覧になってください。この後はお知らせを挟んで週刊ズームワードです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ズーム、そこまで言うか、週刊ズームワード。有楽町日本放送と大阪をつないでお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここからの時間は週刊ズームワードです。検索サイトヤフー検索でこの1週間のうち検索が急上昇したワード100位の中から番組が注目したニュースの用語にズームしていきます。ほ、ではほ、今はどっちですか？本物です。本物ですか？本物です。っていうか偽物出てっちゃいました。あら、まあ、では今週1週間の中で検索されたワード上位3位から1位をご紹介します。まず第3位は、
木村亮、続いて第2位は東山、そして第1位は王金剛。ごめん、全然わかんないわ、今週全部わかんない。じゃあまず第3位の木村亮は、一般男性と2009年に結婚して3年前から別居中という女優のあの沖縄恵さんが、はい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 、あの9歳年下のイケメン俳優木村亮さんと交際していることが分かったということで、私も検索した。そうそう、年下の彼だそうですよ。あ、今手元になんか写真が出てきたぞ、はい、なんかこの沖縄恵さんと木村亮さんって、うん、ね、同じ顔だねこれ。でしょう、私も思ったんですよ。すごくお顔立ち似てますよね。これお互い見つめてご飯食べてても自分の顔見ながらご飯食べてるみたいな感じで気持ち悪くないか。鏡見ているようですよね、うん、まあ、整った目鼻立ちとかね。本当にそうそう。で、沖縄めぐみさんね、今まであの2004年にサイバーエージェントの藤田社長と結婚して、あ、そうだったね、離婚して、その後に2009年にも一般男性と再婚してるんですが、そしてお子さんも2人いらっしゃるんですが、離婚されて、で、まあ、この元ジュノンスーパーボーイコンテストで特別賞受賞されたっていう木村さんと。まあ、確かにこの木村さんすっきりしたお顔立ちで綺麗ですよね。すっきっとしてますね。そうですね、うん、続いて第2位。今まで見てたのが飯田君だったから余計そう思うのかな。そうですね、そりゃそうだ、はい、もう一人続いて2位の東山って何これ。これは山なんですけど違います。山、あの福島県と山形県の境にあるね、東山、はあ、これが小規模な噴火が起こる可能性が高まったとして気象庁が5段階ある噴火レベル、噴火警戒レベルをこれまでの平常の1から、まあ、入山を希望するという2に引き上げたということなんですね。なんか最近あれだね、今年特にそうだけど火山の噴火が相次いで、はい、阿蘇山もこの間から噴火してるし、その前にあの大きな噴火でね、たくさんの方が亡くなられたりとか。そうなんですよ、やっぱりあれだね、火山の活動期に入ってるのかもしれないですね、うん、ちょっとね警戒をした方がいいかもしれないですね、はい、で1位の王金剛、誰それ。バレーボール日本男子代表で東レ所属の方なんですが、はあはあ、パチンコ店で財布を置き引きしたとして窃盗の容疑で捕まったと。パチンコ屋で置き引きされるようなところに財布置いとくなよっていう、そういう話じゃないよね。そういう話じゃないです、窃盗いけないですからね、品川のパチンコ店でそういうことをしたということで検索急上昇しました。あ、だからもう 手元にある資料によると、財布に今15万円以上入っており、そのうち14万円を抜き取り店員に財布を拾ったと届けたようです。っていいやつじゃん。いや、まあダメですよ、14万取ってんだもの。そうそう、いっぱいお金入ってんね今の財布、ね、こんなにお財布に現金入れてる人は最近いないだろう。辛坊さんは知らないですけどね。あ、僕のやつはね、本当にあのなんかあのクーポン券とかそんなもんしか入ってませんから。あ、カードの方でね、お支払いはね、はい、では番組が注目したワード、こちらになります。第28位、カタズン。何それ。あ、知らないですか。知らない。じゃあ辛坊さん、壁ドンは知ってますよね。壁ドンは知ってます。そうそう、映画やドラマなんかでね使われて、もうユーキャンの新語・流行語大賞でも発表されました。トップ10入りました。壁にドンと手をつくやつ。ほうほう。早くもこの壁ドンに代わる新たなアプローチとして、カタズンが週刊誌で紹介されました。カタズンって。これはですね、心理カウンセラーの小高千恵さんによって提唱されたものなんですが、へえへえ、男性がいきなり女性の方にもたれかかって、うんうん、疲れた、俺もうダメだっていう、あの辛坊さんがよく言うセリフ。それ一発でセクハラで訴えられますよ。寄りかかっちゃいますけどね。寄りかかっていいんですか。まあ、一応そんなことができるなら私毎週毎日どこでもやっちゃいますよそれ。本当ですよね。ダメでしょそれ。まあね、一応このワードが28ということなんですけど、これをすることにより女性が母性本能をこうくすぐられまして、あ、自分を頼って甘えてくれてるんだっていうね。で、普段強い男性がそうされたりすると、あ、意外だわ、この方もこんなとこがあったのねみたいな感じで、よしよし、やってみる、やる。セリフの方はもうね、辛坊さんよく入ってますからね、疲れた、もうダメだってね。ああ、もうダメで疲れてますからね、うん、はい。まあ、でも、私はちなみにこれあんまり感じないですね、されても。ああ、増山さんそういうタイプじゃないんだよ。だから増山さん基本的にさ、相手をよく見極めて、なんかほら乾いてるよね、人間として。そんなことないですよ。時間が来たようですから、週刊ズームワード以上でございます。辛坊治郎ズームListen and rediscover Zoo. そこまで言うか。
はい、時刻は午後2時を回りました。はい、辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ってね、増山さん、さっきからなんかタイミングがなかなかお顔が見えないとつかめないんですよ、ね。私も今ねぼーっとしてました。2時回ってるんですね。もうね、早いもんですね。はい、はい、メールをいただいてるやつを若干見てみますかね。辛坊さんお願いします。スタッフ細胞騒動、昨日会見が開かれ結局おぼかたさんが退職という結末、今後彼女はどうやって生活していくのでしょうか。辛坊さん、秘書にでも誘ってみてはいかがでしょうか。あら、そうですよ、お気に入りの秘書雇うほど偉くないけども、雇えるんだったらいいよね。尾形さんはね、本当に俺の周りのスケベジジイってみんなさ、いまだにありますって言ってんだから、あれ上手じゃないですか辛坊さんっていうスケベジジイがいっぱいいます。この後でもどうするんですかね、尾形さんね。尾形さんですか、まあ、お金持ちだから関係ないんじゃないですか。だけどね、今回ね、あんまりみんな問題にしてないけれども、はい、これ捏造だったら、というかもうすでに論文の一部は捏造だというふうに断定されちゃってるわけで、意図的にやらかさない限り、だってキメラマウスっていう、その細胞を注入してその細胞が全身に散らばるマウスができましたっていう、マウス作ってるわけですよ。そうするとそのマウスを作る元になった細胞はじゃあ一体何だったんだって話でしょ。そんなもんね、偶然でできるはずないですから、意図的にやってるわけですよ。で、意図的にやったとするならば、それってなんか罪にならないのぐらいの話で、退職しまして、それでじゃああと平穏に暮らしてくださいっていうわけには残念ながらいかないんじゃないのかなと思いますけどね。私はね、尾形さんは可愛らしいから、できることならね、なんとかしてあげたいとは思いますけれども、もう私ごときがなんとかするような話ではないですが、ただだけど、そのどうやって生活していくのかっていうと、落選された議員の人もね、あ、そうですね、どうされるんですか、議員の方。国会議員ってだから、もう昔みたいになんか金持ちがやってますみたいな時はあれだけども、はい、最近結構貧乏な人も国会議員になったりしてますからね、落選したらご飯食べられないっていうケースをどうするんだろうな。大きな政党だと、大きな政党だと結構ね、落選中もその政党支部としてのお給料みたいなのを払って次の選挙に備えてくださいよっていうことがあるんだけど、小さな政党だとそういうシステムがそもそも出来上がってませんから、小さな政党で起こっちゃったりなんかすると、それは生活困るよな。いろいろと自分でね、なんか手立てを考えないといけないですね。まあ、でもそう考えたら、世の中に仕事のない人たくさんいるわけで、そういう人たちも自分で何とかしてるわけだから、まあ元国会議員だから特別に優遇されなきゃいけないという必要はないわけで、そのあたり確かに難しいなとは思いますね。でも私の手元にメールいろいろ来てますが、はいはいはい、面白いですねこれ。どれ、いや、いろいろ面白いですよ。面白いですね。率直なご意見いただけます。あ、先週のね、安藤優子さんのラジオのあれに来てましてね、はい、安藤さんの聞き上手ぶりはテレビとの逆ありまくりでした。新垣さんへのインタビューは辛坊さんと飯田さんより上でした。安藤さんってラジオ向きの方ですよ絶対、という大橋さんという方からメールいただいてますけど、はいはい、違う、それはね、花を持たせたとは言いませんけれども、譲ったんですか辛坊さんが。いや、そうじゃなくて、私ダメなんですよこういうのはね、なんか照れちゃうんですね。安藤優子さんだって初めてね、初対面だったんですよね。そうなんです、どうでした、ご感想は。安藤優子さんですか、素敵な人ですね、綺麗でしょうね。なんかだけどね、先週安藤優子さんさ、来て普通に喋って帰ってそうそう、翌日選挙特番やったのがいいんだけど、はい、その次の週にそうそう、なんか夕方のスーパーニュース、うん、そうやめますみたいな話になって、そうなんですよ、月金の午後のミヤネ屋の裏、どっちが裏か表か分かんないけど、まあ、先にやってるという意味ではミヤネ屋の裏でしょうね、はいはい、裏やるんだって。それ高橋克実さんとね、全然そんなこと言ってなかったよな。びっくりですよね、教えてほしかったです。辛坊さんとやりたいですとかなんか言ってたくせに言ってた言ってた、あんた言ってたくせにっていう言ってましたね、そういえば。そうなんですが、面白そうですか、どうですか午後の番組。私も読売テレビで働いてますからね。でもね、期待してますよね皆さんね。安藤さんがそういったちょっともうちょっとね、ヤガネタをどうやって扱っていくのかとかね。あの時間帯ってミヤネ屋しか見るもんないんだね今ね、基本的に。でミヤネ屋ってやっぱりね、成功してるのが、はい、実はミヤネ屋ってね、読売テレビの報道局作ってるんだよ。あ、なんかね、バラエティとか制作とか、はいはい、情報系だと思うでしょ、はい、ところが、はい、ミヤネ屋作ってるのはね、報道なんだよ。だからニュース素材が割とストレートに扱えて、何か起きた時の突発事故対応で報道の組織が使えるっていうのが非常に大きいんですよ。
だからまあ、 フジテレビさんにアドバイスするわけじゃないけど、俺がアドバイスしてもしょうがないんだけどやっぱ午後の時間帯のもう主婦の皆さんも報道やニュースに対する関心が高まっているの で、だからあんまりバラエティとか芸能とかに特化せずに、ニュースストレートで扱うんだったら、それこそフジの中で報道の中に組織作るぐらいのことは考えた方がいいよねって俺が言う話じゃないの、やっぱりフジテレビの、ね、方に伝わってるといいですね、この放送がね、と辛坊治郎さんが申しております、それちょっと今の富士さんアイデア料ください、何だったら顧問やりますよラジオの前のあなたからもいろんなメッセージをお待ちしています。今週気になったニュースや辛坊さんへの質問など、どんなことでも構いません。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番です。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。辛坊治郎ズーム、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊治郎ズームズームズームそこまで言うか。この後は番組が注目したタイムリーな話題をゲストに伺うタイムリーズーム。今日のゲストは占い師のゲッターズ飯田さんです。お笑いコンビゲッターズとして活動後、放送作家、タレント、占い師として幅広く活躍中。これまでに占った人数は4万人以上。今回は2015年の日本はどうなるのか、さらに2014年、世間で話題となったあの人たちは占い的にどうなのか、先日ゲッターズ飯田さんにお話を伺った模様をお聞きいただきます。そこまで言うか、1242日本放送、日本放送ズームタイムリーズーム、日本放送から辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。 AM1242 日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組はラジオの他にインターネット、ラジコ .jp からも聞くことができます。さあ、ここからの時間はラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズーム。誰かに話したくなるとっておきの情報をゲストに伺います。ご紹介いたしましょう。占い師のゲッターズ飯田さんです。どうも。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。この番組2回目。そうですね。はい。増山さんは初対面ですか。初めてなんです。私ということは前、増田さんの頃なんだ。そう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 、あ、なんかあの時そういえばなんか出産のあの占いをして当てた。ね、そうそう。差し当てたという、そういうことになっておりますが。そうですね。ゲッターズさん。はい。売れてるらしいですね。10月に私の手元にあるゲッターズ飯田の運命の変え方、はい、ポプラ社、はい、これがですね、この後ろをペルペッペルペッと見ますとですね、10月23日に第1釣り発行で、はい、11月7日にもうすでに3釣りですから、はい、すっごい勢いで売れてますよ、これ。もう6釣りを、もう6釣り、もう6釣り目です。人財産ですね。いや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 、本当にこれなんであれですか、そんなに売れた理由は何ですか。これ今回あの運気の、まあ簡単にグラフが載ってるんですが、ほうほう、あのこれ運命を変えるグラフが載ってるんですよ。で、僕あの占い始めて17、8年経つんですが、ほうほう、僕自分で自分の運気を調べたら大したことなかったんですね。これをどうにか良くする方法の、方法のないかと思って。運命は変えられるってことですか。そうなんですよ。それでゲッターズ飯田の運命の変え方なんだ、はい、で決断するタイミングで運命は必ず変えられる。そうなんですよ。で、結局運気のいいタイミングに物を買うとか、運気のいいタイミングに引っ越しをするとかを繰り返したら人間良くなるんじゃないかなと思って繰り返して実験をずっとしてたら良くなったんですよ。うん、なので満を持してこの本を出しました。ということはもう運が悪いからダメだと諦めるんじゃなくって、はい、変えられると。必ず。じゃあ変えるためには自分のタイミングを知ることだと。正解です。さすがですね。素晴らしい。僕が説明するより分かりやすくていいですね。分かりました。なのでこの本があれば自分でタイミングよく、あの結局僕いろんな占いやってたんですけども、あの例えば2014年いいですよって言ったのに、うん、今年全然よく売れませんとか、運が悪いですとか、離婚しましたとか、クビになりましたとか、うんうんうん、
これなぜだろうってずっと考えて、やっぱ占いって外れるもんなのかなと思ったら、そのいつ結婚しましたかとか、いつ引っ越しましたかと、いつ転職しましたかって聞くと、大体このグラフで×の時期か、黒三角下の時期で決断してる人が多いんですよ。なるほど。要は決断のタイミングが悪いと、運のいい時期でも運のいいことが起こらないことが分かって。なるほど。要は結局、占いじゃなくてタイミング論なんだなってことが分かったので。この本ちょっと今までの占いとちょっと考え方がだいぶ違うので、そうですよね。それじゃあその自分のタイミングを知るためにですね、はい、どうやってこれゲッターズさんの場合を占ったり占うんですか。自分は例えば星であるとかなんか画数であるとかいろんなのあるじゃないですか。はい、でまあこの本もそう、基本生年月日が、生年月日一番大事。まあ本で言うと一番後ろの方にグラフが載ってます。一番後ろに生年月日、ああ出てる出てる。はい、それに、自分の誕生、まあそこの番号をクロスするとこ自分の誕生日を足してもらって、はいはい、で A 数字が一番隅っこに載ってるので、はい、一番右のところに C だとか D、E、F、G、H、I、はい、いろいろありますね、はい、なので辛坊さんで言うと、金のカメレオンの F というところを見て、金のカメレオンの F、はい、学習能力、吸収力が抜群に高い星、古風で現実的な理屈や、当たってるがな。ありがとうございます。当たってるがな、これ。ねえ。当たってるがな、これ。まあ、ちょっとした性格分析とか、まあまあ、恋愛的なことも書いてありますけど。ね、僕の占いだと、肌の白いお嬢さん風に弱いので。そうなんです。グーフじゃないですよ。まあで、前回も辛坊さんにはね、そうですよ、肌白いですよ、結構。あなたね、はっきり言っておいくつなんですか、本当に。お嬢さん風って。お嬢さんって、お嬢さんって年じゃないでしょ。いやいや、まだまだ何やってんですか、まだまだお嬢さんで。まだまだお嬢さん。大きい娘がいるくせに。で、ご出演ね、前回された時も占っていただいたんですが、はい、ちょっとちゃんと辛坊さんの未来というのをまた占っていただきたいなと思っています。わかりました。はい。辛坊さんがじゃあ、2015年ですね。来年ね、2015年、お願いします。来年ですが、辛坊さん、はい、2015年の前半と後半でだいぶ運気の流れが変わりまして、ちょっと前半、まあ、8月ぐらいまで、ややパワーダウンが出てるので、あ、そうすか。ちょっと疲れやすいとか。静かにしといた方がいいですね。そのリフレッシュするとか、はあ、力を入れるより。よし、長期で休み取るぞ。あ、でも正解です。正解ですね。長期の休みを取ったりとか、ちょっとのんびり過ごすと、後半からぐっと運気が上がります。よし、じゃあ大阪の方ちょっと休んでもらって、ね、土曜日はこちらね。休むぞ、俺は。よし。しんぼさん、だから2015年の11月、12月から大きい仕事が来たり、うん、かなり忙しくなる流れになるので。あ、今ね、ちょっと予感がしてるんですよ。来年の秋口なんか大きなことが起こりそうな気がするなら。ちょっと充電しといて、そこに一気に力を放出すると、さらに良くなります。そうですか。はい、ありがとうございます。じゃあ後半の方がいいんですね。より後半の方が。じゃあ、増山さん行きましょう、増山さん。私ですか、増山さんですか。私の生年月日はご存知ですか、はい、